楽屋舞台袖の加藤です。僕が、ちょっと職業上芸人さんとも近づきになった方が絶対に働きやすいにもかかわらず、僕が芸人と喋ると一歩数になるので、その練習のために始めた、ラジオカトラジです。本日のゲストこの方々です。松竹芸の芸歴11年目森田 GM です。お願いします。全て消えてなくなれ独裁スイッチ企画です。よろしくお願いします。こんなコンセプト、ね、いつも言ってるみたいに言ってる。初めて聞きました。はい、すいません。森田 GM と独裁スイッチ企画さんです。はい、一応くくりとしては大阪大学経済学部出身の3人です。実はね、はい、僕も含めですね。そうなんですよね、はい、っていうくくりってだけで呼びました。はいはい。森田が、僕と全くの同期。全くの同期、ゼミまで一緒。そう、ゼミも一緒。10人ぐらいのゼミも一緒。そうなんですね。10人の、はいはい、ぐらいの、2011年入り、はい、森田が15卒か、15卒、ああそういうことね、15卒。俺1年遅れてるか16卒で、独裁さんが、はい、僕は2006年入学の2010年卒業です。はい、ギリかぶってない。ギリかぶらず、はい、卒業した次の年に我々が入ってきたっていうってことですね。感じですね。はい、です。本題、はい、まあ芸人わざわざ言う必要もないですけど、はい、ですね、まあ、独裁さんはともかく、うん、だから森田が35期、はい、NSC 大阪、はい、で僕37期、はい、で何やかんや毎年いますもんね。36期やったら安場さん、はい、丸亀ジャンゴ、丸亀ジャンゴ安場さんも反対やし、はい、経済じゃないけど34期やったサスケさん、サスケさんもね、先ほどのサスケさんも反対、はい、反対ですよね。なんやかんやおるっていう、まあ、地味にはおるな。でもその なんかなんつっていいんかな、その大手を切って芸人やるねんっていう人はおらんかったぐらい。隠してる人多いというか反対、うん、多分。あ、そう、確かに結構、うん、俺もまあその 2回生から入ったけど、1回生の間は全員に何も言わずただただバイトで金貯めてるやつやって。あ、そうなんや。うん、言ってない俺、入るまで言ってない。でも入んの決めてたやろ、もう入んの決めてた、入る時点から。うん、うん、入んの決めてて。やっさやね、そう、なんかさ、その、うん、NSC に入りましたって、その過去形やったら別にいいねんけど、NSC に入るねんってめちゃくちゃはずない。そのなんか、いや、そうか、なんか俺入りましたって事実やし、別にその、うん、なんていうの、その なんつってんかな、まあまあほんま事実として言ったということを言ってるだけってなるけど、入るねんは俺なんか、うん、俺なんか逆張りというか、そのめっちゃ変なその隠しでダブルスクールする予定だけ言ってた。あ、そうなの。そんな言い回ししてた。そのなんかダブルスクールしたいから金貯めてんねんって、あたかもなんか資格取ろうとしてるみたいな喋り方、大原に行くみたいな喋り方を、それをしてましたね。俺森田そのはずいの感覚ないと思ってたわ。ああ、いや、まあな、そのそうだから、ほんまいろんなところでちょこちょこ言うて申し訳ないけど、はい、そのやっぱゼミの自己紹介の印象が、これはね、そう、因縁なんですよ。これはその一緒、そう、同期で、はい、全く経済学も一緒で、ゼミも、はい、ゼミだから3回から入る、はい、ゼミも一緒やったけど、はい、全然仲良くなかったんですよ、はい、なんか敵対はしてなかった。それはほんまに違う。これはね、これは違う、これはほんまに違う。そんなんは言ったことないけど、まあでも実際全然仲良くなかった、単純にその同じところにおらんかったから。はい、でも俺からしたら、僕が4回の時に NSC 入るんですけど、はい、2回から入ってる。はいはいはい。で別に、まあ、その事実は僕は NSC 入りたかったから知ってて、そう、なんかあいつさっき入ってるらしいって状態よな。そう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 。で、でも軽くなんか多分1回の時に同じ授業とかあるわって多分覚えてないと思うけど、ほう、 あってん。だ、俺全然喋ったことは何回かあってん。あ、お、ほんま、うん、あって、う、どういう感じの人かっていうのをふわりさ触りだけはもう分かってて、はいはいはい、覚えてない。嫌な印象とかじゃなくて、で俺とかもそうやけど、まあ、いわゆる半大生の、パッと見おもろいようには見えない感じ。はい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 、はい、めっちゃ分かる。でも2回から NSC 入ってだいぶその、半大入って2回から NSC 入ってだいぶお笑いに多分熱いっていうか、めっちゃ多分、うん、はい、早いガチやから、はい、俺とかもいつも苦労するけど、だからほんまは多分おもろいけど、外に、結構環境が整わないとおもろさを発揮できないタイプだったみたいな。いや、まあまあまあ、人からおもろい人
えらいとの戦いやん、なんかその長めに講釈垂れてるけど。いや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 、そのちょっと俺その自己紹介の時の話はするやな。あ、そう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 、そっち目線の話ね。いや、うん、そう、いや、違う違う、そう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 、だからまあ広くとって多分同じ枠の人かもしれないみたいな、はい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 、の人が、俺がビビってまだ NSC 入ってない間に先入りよったから、はいはい、あ、なるほど、この人がどうなるんやろうっていうのはめっちゃ興味ある。なるほど、なんかちょっと先行ってる自分じゃないけどこうなるんじゃないかみたいな、ま、そう、全くは離れてる。だからもうめちゃくちゃ見た目特徴あって、はいはいはい、もうなんか、はいはいはい、デブコミカルなやつやとしたら、はいはいはい、多分そんな気にしてなかったけど、はいはいはい、多分ほんまはおもろいこと考えてる、はいはい、パッと見そう思えない、はいはいはい、人が自分に近いだけに、そう、どこまで行くんかってのめっちゃ興味実験動物としての、そうそうそう、あってそう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 、さっき走ってるやつな、で勝手に気にしてて、はいはいはい、で結果とかも見てたけど、結果は僕が知ってる限りは、その頃は振るってなかった、ね、結果。いや、これね、だからそのまあその今の出会いはその僕は覚えてない、うん、認識してる最初の出会いがその3回生の4月、はい、3回生からゼミが始まるわけなんですけど、まあ、ゼミで10人ぐらいの自己紹介で、こっちはその加藤が芸人を目指してるってことはもう周りにも言ってなかったと思うし、俺は気づいていない状態で、僕だけがその、まあ、当時黒髪に真ん中だけ金に染めてたんですよ。すごい、まあ、奇抜な、うん、でこれもその NSC 入って、はい、なんか同じ面白いことを言うにしても まず最初にコンビ組めないといけないんですよ、うんうん、そのうぞうむぞうの中でね、同じレベルの面白いこと言ったとしても、この金髪なんかさっきおもろいこと言ってたなんてなんのと、はい、なんか誰やっけあのおもろいこと言ってたんってなるのでは差がつくなって、結構自分なりに分析をして金髪に染めた。で3回生ってことはもう1年目に入ったわけですよ、はい、でまあまあでまあちょっとやっぱ大阪大学って、まあ、僕もまずこれ持論なんですけど、その京大とか東大の人たちって天才が来る場所ですけど、はい、やっぱ阪大ってなんかその凡人の限界点みたいな。いや、それはなんかこれ多分全員なんとなくある感覚やと思うけど、凡人が努力していける最大値で、京大からが本当の天才っていうなんか認識があって、だからやっぱその染めるやつとかもやっぱ京大とかで結構虹色に染めてるやつとか、なんか別に理由もなく染めてるやつとかもやってみたかったからとかいるんですけど、やっぱ阪大でその金髪しててやっぱちょっと目立ってたから、そのなんかこいつゼミとかサボるやつじゃんって思われたくなくて、はい、僕は最初に、僕は実は NSC 去年入りまして、はい、1年目の芸人になりましたと、あのなので、その僕のね、僕の記憶ですよ、これ10年経ってるんであれですけど、はい、僕はその単純にスケジュールとかで迷惑かける恐れがありますと、はい、その何かライブとか入る可能性がありますと、ですのでよろしくお願いしますって僕は言ったつもりなんです。すごい、これは最初に言っとこうと思ってね、はい、もう長く付き合い2年間ゼミは一緒なわけですから、はいはい、最初に言っとこうっていうね、これが僕目線ね、はい、でそれからその自己紹介を受けてっていう、どう思ったかってことですよね。あ、そうそうそう、俺目線では、俺と近しい人が先2年、入って頑張っている、うん、ただ結果は振るってない、はい、ということは知ってる。バトルザの順位を知ってる。そう、バトルザ50位を。バトルザの順位とかも、はい、すごい点数取ってる。全部見てたから、はい、NSC 道場とか、はい、その頃から全部見てたから、はいはい、どれぐらいの位置にいるかは、はい、結構分かっている、はいはい、でも頑張れ、はい、その時点までは、はいはい、でゼミの自己紹介の時に、はい、吉本クリエイティブエージェンシー所属の芸人をやってましてスケジュールで、そのスケジュールなんてないことは俺は分かってる。まあ、加藤さんだけは分かってる。分かってる。そう、確かにね。そうでスケジュール、うん、でそこでもう俺がこの立場だったら絶対に勝つためにすごいイケシャシャと言ったから、はい、そこであこいつは俺とは違う人間だっていう認定になったスケジュールそのそうなその敵対したのはその時点からやな。かけるライブじゃないよ、僕はひらめきレッスンが入ったなっていう話をしてるからそうそうそう、やとしてもひらめきレッスンで一番だの今の勉強もんですわ。俺は絶対にはあの自己紹介で最初の でもここまでは正直、はい、加藤もまだ目指してることは言ってなかった、言ってなかったです、うん、で僕は別に正直今から仲良くなる存在やから、はい、別にその敵対心があろうかなかろうか気づいてもないし、気づいたとしても、うん、まあまあそういう人もおるかで住んでたんですけど、うん、はい、まあ、名前出すんですけど、僕 そのゼミ以外の友達、はい、もともとずっと1年生から仲良くしてたその田畑というそのすごくいい男がいるんですよ、はい、こいつすごいあの人のために動ける人間なんですけど、はい、田畑と加藤がその言うたらテニスサークルが一緒やったらしいんですよ、うん、はい、でそのテニスサークルに入ってるまたこれ別の友達のミネってやつがいるんですけど、このミネにある時あの実はそのなんか加藤が
がゼミにこんなやつがおってってみんなの前で言ってたとあのまあなんかその芸人ぶって言ってるやつがいたんですよって言ったと、はい、でそれに対して田畑が、はい、そのあいつ頑張ってるのになんでそんなこと言うねんって加藤と田畑が喧嘩したって話を僕は見ねえから聞いたんですよでやっぱこれ僕知らんことになってるんですけど、はい、田畑はその僕をかばって喧嘩してくれたわけで、はい、その僕がゼミでノーノーと加藤と仲良くしてたら田畑の立場ないじゃないですか。なるほどなるほど。だから僕はその田畑が喧嘩したっていう話を聞いてから、はい、もう加藤と仲良くすることが全くできなくなった。ああなるほど。その道が閉ざされたというかね。これもまたそのちゃうと思うけど田畑さんがそびえ立ってたんですね。そうそうそう。なるほど。田畑のためにっていう、青春ですね。で2年後入ったから、はい、こいつなりたかったんかいってなったっていう。そこからなんですね。そこまでも知らんかったっすね。そうですっていう話に11分使ってしまいました。すいません。当時の俺からしたらありえ、そのこうこうやって一緒に喋ってんのもそうですけど、うんうん、まあ確かにそう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 。でも多分当時の俺が聞いて一番驚くのはその今その舞台袖とか楽屋で僕がバイトしてるわけで、はい、今やもうその雇用主ですから、ね、そうですね。俺当時の俺があの男に11年後バイトとして雇用されてるって知ったら俺めちゃくちゃもう自害してんちゃうから、ね、めちゃくちゃその当時は印象悪かったですね、お互いに。そうなんですね、はい、そういう感じですね。全然、うん、だ店できてからですね、はい、そのだ今でこそ別に同期やったからタメ口で喋ってるけどって感じ、うん、あそうです。別に仲良くはなかった。舞台一緒で始めた時に大体気まずかった、うん、そうそうですね。あの子なんか今後関係深くなってまいそうみたいな顔合わせそうどうしよう、ね、スタッフとプレイヤーにそうで、はい、ごめんなさい我々の話いやいやとんでもない。だ我々はどっちかというとそのなりを潜めてた、はい、たちなんですよ多分、少なからずその学祭とかでお笑いの舞台とかもあるっちゃったけど、はい、反対そんなに出てたわけでもなく、はいはいはい、森田と俺は、ね、その中その落ち研に入ったわけじゃないですか。落ち研に入りました。落ち研はその落ちってか落語ですねが強すぎて僕は、はいはい、あの避けてしまったんですけど、そうです、ね、俺も同じ理由です。同じ理由ですか。めっちゃ落語やんって思って。そうなんです。それが聞きたくて、うん、お笑いやりたかったわけじゃないですか、はいはいはい、お二人とも落ち研っていうのはやっぱ考えなかったですか。あの当時は、はい、多分阪大にある唯一のお笑いをやってるサークルだったと思ってるんですけど、はいはいはい、いやでもそうでしょ、うん、そうでしょ。あの一応落語全員やらなきゃいけなくて結構、はい、あのおっしゃってた通り落語寄りのサークルなんですけど、まあ色物で漫才とかもやってたし、はいはいはい、なんなら僕の先輩がその大結構上の先輩ですけど松、はい、竹でもともとファンパークっていうコンビを組まれてて松竹に所属されてたりもしたんです、はいはいはい、一応プロの方輩出したりもしてたので、はいはいはい、あまあ、だいぶ昔の話になっちゃうので僕よりも上の人になっちゃうんですけどっていうのでその実績もあってたので、はいはいはい、お笑いやるって言ったら落ち研に入るものなのかなって思ってたんですよ。なるほどなるほど。でも落語すぎて入らなかったって感じですかね。いやまあ僕はでも高卒の時点で NSC に入ることは決めてて、はい、なるほど。でさすがに親にそのなんていうんですか NSC 代も出してくれってよう頼まずに、うんうんうん、1回生はめちゃくちゃバイトしようって決めてて、まあ、その中でできる範囲で何かしようかなで一応あのあったら覚えてるか分かんないですけど、はい、ミノーでラジオするサークルありました、はい、そっちだけ入ってました。そのなんかトークだけやその落語に咲いてバイトできんくて、はい、来年 NSC に入られへんて、はい、意味分からんかっていうのでなんかラジオだけちょっと出てました、ね、ミノーのコミュニティ FM みたいなやつに出るサークルだけ入ってました。そのでまあだからその2択で迷ってそっちを選んだ感じでしたね。確かやることが確かにはっきり決まってたら落ち研には来ないかもしれないです、ね。そうですね。なると決めてたからとかも、うん、何にも決めてなかったですね。決めてなかったです。就活まではもうやめようって思いました。あ高卒で一回考えて、あそんぐらいの感じだったで大学行ってみたいな。まあ大学忙しいやろうから就活の時にやっぱりやりたいと思ったらやろうかなぐらいで入ったから結構棒に振ったで意外と暇やったんで、はい。ですね、僕の大学のだから初漫才のハードルいかつすぎるからその学生ヒーローズっていうのがあのあ分かりますよ、オードリーさんが、はい、春日さんが関東ローカルでやってた、はい、それの、予選が僕は大学で入って初めてやった漫才で、あそう会議室でその作家の前でやるんですけど、はい、大阪の予選、はいはいはい、決勝がなんか優勝したのがスパナベンチ、スパナベンチの今の永田圭介さん、そうです、はいはい、で真空さんとか決勝残ってて出てましたね、はい、そのやつの予選が僕大学入って一発目さすらいラビーさんとかも出てました、そ
その辺の世代ね。だ意味わからん。それとか何回かそのきらめきオーディションとかレッスンとかは出ましたけどぐらいの感じ。あ、NSC 入る前に。入る前に。なんかその噂が最初やった。俺さ思い出した。NSC 入ったじゃなくてオーディション予選を受けに行ってるやつがおるらしいやったわ。最初。何にも別に M1 も。なかったしその時、確か、ザ漫才、ね、ザ漫才でアマチュアはザ漫才出れんかったから、はい、それは出れんくて何出れるってなってバトルザとかビビって出んくて、はいはいはい、まあエンドリーとかなちょっと敷居が高いイメージやもんな。なんか調子こいてレッスンとか、オーディションとかを何回か出る、あと友達の前でちょこちょこやるぐらいの雑魚学生だったんで、それは相方誰なの？それどうやって見繕ったの？友達普通に、頼んだ。一緒にやってたのは、今 ABC で働いてるやつ。ああ、その人か。へえ、いや、ほんでさ、その4回に NSC 入って、だからそれまでに卒業の準備を整えてたんじゃないか。その ほんで留年した。留年時休学して入ったから。ああ、なるほど、そういうことか。なるほど、もう集中しようじゃないけど、完璧にしていったってことか。そうですね。なるほどな。そう、あの、そう、はいはい、親への説得材料やな。なるほど、休学やから大丈夫。その大卒で入るよりもその最悪1年かけて戻ってきてもノーリスクで持ってこれることを、まあ、説得材料にしたかったら、はいはい、ああ、そうなんですね。あ、そうそうです。それで休学していった。まあだから、まあそれぞれ同じ判断やけど、うん、ちゃう、うん、あ、どうですか。独裁さんは逆にそのプロ志向ではなかったってことですかね、もう落ち研の時点から。そうですね、僕はもうバリバリ落語やってて、はいはい、落語研究部で4年間で、なんなら出てからもしばらく結局豊中の会社に就職したんで、はいはいはい、番台に入り浸ってて。あ、なるほど。海外ですけど、近くの飲み会、はいはい、飲み屋さんとかに行くで、後輩にいろいろ脳書きを垂れるみたいな嫌な OB だ。社会人に金だけ出す、金は何を出してみたいな、全額じゃないんですけどってみたいな最悪の OB だったんで、はい、そうですね、僕の時はまだそのなんか NSC に行くぞみたいな気合がちょっと出なかったというか、はい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 、なんで入ろう思ったんですか。ほな、確かに落研に。そう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 、落研ですか、はい、お笑いはすごいやりたかったんですよ。なんかなんか台本書いて人を笑わせるみたいのが中学、はいはい、ここ演劇部だったんですけど、はいはいはい、すごい好きで、で、演劇部に一回入ろうとしたんですよ、はいはいはい、大学の演劇のチャオカチャワンっていうサークルがあるんですけど、そこの、新刊の時期に見に行って仲良くなって、はいはい、で5月にそこの部長から直々に君は入らないでくれって言われて、はい、切られたんですよ。何その話。いや、ちょっと僕がいきり散らかしてた大学の時の話をしようと思うと酒入れないといけないの。イメージない、イメージない。そんなに何してイメージないって。いや、本当にその18で入って、18の時に僕が一番面白いですよみたいな顔して行ったんですよ。そっちの方で全然笑い取れます、なんなら僕の台本見てくださいみたいな感じで行って、あっと、ちょっとこいつは和を乱すぞっていう理由で当時の部長さんからちょっと直々に、ちょっと君は和を乱すのでみたいなので、そんな、そうなんですか。 でもおもろい。それおもんないパターン多いですけど、おもろいのに切られるんですね。いや、でもそれで切られて、で反対の落研に拾ってもらって、で、いや、落研に入ろうとは思ってたんですけど、はいはいはい、いざ行ってみたら演劇サークルの方が楽しそうだし、はいはいはい、女の子も多いし、こっちからって思ったら切られて、はいはい、で、落研にもう一回拾ってもらって、はい、で、落研でも同じような態度だったんですよ。はいはい、1回生のネタ見せの時点で絶対に俺が一番面白いって、はいはい、周り声小さい眼鏡しかおらんじゃん。なんでプラスを俺演劇も NSC のテンションでなんで落研で挑んでんねん。高校の演劇部やったし、はい、発声の基礎はできてるから絶対俺が一番おもろいと思って行ったら、その2回生の先輩にボコ声されたんですよ。いや、これは、はい、怒られたとかじゃなくて、はいはい、ほんまに2回生の先輩でめっちゃ上手い人がおって、はいはいはい、上手すぎると思って。あ、なるほど。その先輩より上の3回生がもっと上手かった。ここはほんまにすごいと思って。なるほどなるほど。これはもうしっかり落語やった方がいいと思って落研に入った。はい、改めたじゃないですけど、そこで一発食らってたんですね。僕も完全に先輩にやられて魅了されて落研に入った感じです。僕はその人たちは別にそれこそプロの芸人なってないですね。はい、みんなちゃんと働いてます。続けてはるんですか、皆さん。続けてる人もいます、社会人になって。社会人落語、はい、犯罪って意外とだからその考えてることこう面白いけど、その
最後の一歩というかほんまに ならへん人多い、多いですね、その優勢、保守的というか東大京大理論と一緒、そうそうそう、その多分東大生京大生は大学辞めて入んねんな、はい、NC に、はい、多分加藤も休学という親への徳先生も結局働きながら現在コント師っていう状態やし、振り切れてないやつの集まりやから、うん、マジで芸能人おらんいないですね、いないよね、マジで俺もういない、本当に悪いやつがもう一人もでなんなんやろうなこの感じって、どっかで負けたことがあるからなんかな、多分、ま、マジでそうだな、天才にはなれへんっていう、豊中とか土地柄もあると思う、土地柄土地柄いや別に住んでたわけちゃうけどそんなある土地柄、いや豊中からもだって出てないもんほぼあーあーなるほどね、あーでも確かにいっぱい、ね、教授とか社長とかいっぱい出てる、いっぱい出てますね、なんか何の話や。あまあまあ犯罪、そう犯罪、えそのどんな生活やったっすか、そのあのこれに当たって大学生活のことを思い出したんですけど、はい、本当に落研のことしか思い出せないんですよ、はい、僕は多分あの仲良かった友達とかその落研以外にいないし、はい、そので実際その思い出を語ろうとしても落研の思い出しか出てこない、でも全然いいっす、はい、でもなんか勝手なイメージですけどその有料学生なイメージ僕ですか、はい、いや全然あの本当に1回生の後期2単位しか取ってない、あ一緒だ、早っ1回生の後期で、はい、あの一人暮らしを大学に入ってから始めたんですよ、はいはいはい、そしたらもう一気にその監視の目がなくなっちゃって、はい、でもう一気にそのなんかポカーンってなっちゃって、そう2回3回は分かるっすけど1回生の後期からもう2単位はすごいっすね、はい、そ敗因分かります、なんで2単位か、もう完全にそのやる気がなくなったんです、あの大学に入るときに親から本当に大学ってのはいいものだと、はいはい、大学生の4年間ってのは本当に何もしなくていいんだと、はいはい、だから今頑張りなさい、なるほど、今年1年頑張れば4年間本当に何もしなくていいって言われたいやこれあんまおらんてそんなに本当に何もしなかった、本当に何もしなかった、教育むずっ何してたんですか、何もしないとはいえ、いや落研には行ってましたよ、落語は一生懸命やってたし、全部リアそう、あでも結果出てるしもう別にいいっすよね、全盛りで結果出なかったらほんまにヤバかったから、まあまあ確かにね、僕はだからその4年の最後の年に全国大会で優勝できたんですけど、2月4年の2月なんで本当に最後、はい、はいはいはい、これがなかったらほんまに何も続けてないし、やばかったんですよ。全国ってどうやって出るんですか、落研。あ、落語に関しては、落研の全国大会っていうのが今もあって、はい、岐阜県でやるんですけど、はい、あの岐阜がメッカね。岐阜がメッカなんです。落研の。はい、あの昨年大賞っていう全国大会があって、はい、で岐阜だから日本の真ん中なんで、はい、東京からも大阪からも来れる。はいはいはい、なんなら北海道とか沖縄からも来たりして、はい、結構盛り上がるんですよ、はいはい。ここで交流が取れたりとかして、うんはい、だから今のそののろしとか大学芸会みたいな盛り上がりはちょっとその落研の中でも昔からあった、はいはいはい、あれエントリー制じゃないですか、はい、当時は動画審査 で、相当ヤバくないと落とされなかった、うんあそんな盛り上がってなかったの僕らの時は、はいはいはい、じゃすごい数300人くらい、すごい、フルいかけられてないですね、じゃあ300人が一気に集まって4会場に分かれて6分の落語をやるんですよ、うわでそれがザーってあって、はいはい、で、その予選の日が終わってから8人決勝に行くんですよ、はあはあ、で決勝が、岐阜のでっかいその国際会議場っていう1500人ぐらい入るホールでやるんですけど、はいはい、でその8人の中から優勝者を、桂文枝師匠と、立川志の輔師匠と、あとまあ審査員の方が何人かおられて決めるっていう、はいはい、300から8 300から8 だって4会場に分けても多分8時間あかかりますか、かかりますね、めっちゃかかります、朝からここまでやる感じです、しかも落語で何分ですか6分、予選は6分で決勝はもう決勝もうちょい長かったかな、次が8分、8組そうだから、あの手順何番がいいとかあるんですか、あの4会場でやるんで、はいはい、その面白い人がいるところに人が集まるんですよ、はいはいはい、だからめっちゃ頑張っても客がおらんっていう状態になったりするので、はいはいはい、当たり日、そう当たり会場があるわけですね、そうそうそう、事前に結構プロップスを集めた人のところに人が集まるみたいなのがあるんで、はい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 、だからあの何代の何々がやばいみたいな情報が先に回ってて、はいはいはい、それをチェックしにみんなが動くみたいな感じで、フェスみたいな感じや、すごいなその世界、誰が見に来るんですか、ちょここの話ばっかりで申し訳ない、まあ、まず落研の人、はい、あの全国から300人の落研が行ったり来たりしてるっていうのと、岐阜の
人と岐阜の人、岐阜の、まあ毎年こういうのがあるって分かってたら、そうですね、人集まりますね、はい、予選無料なんで見に来れる、はい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 、みたいなのでバーッと集まって行ったり来たりして、で受けてるかどうかっていうのをその会場付きの審査員の人が判断して、すごい、そうみたいな、創作の大会と古典の大会みたいなのがあるんですか。あ、いや、何で出てもいいんです。その古典落語6本に縮めてもいいし、6本の落語ゼロから作ってもいいしみたいな。じゃあ古典なんか絶対その日中に絶対どっかで被りますもんね。被、うん、ります被ります、めちゃくちゃ被ります。技術勝負、技術だったり、そうですね、技術、まあ、発想だったり。古典で決勝ってやっぱいけるっすか。あ、僕の時は古典、基本的に古典の、あ、そうなんや、意外や。古典300で、まあ、創作の人がパラパラいて、みたいな。そんな次元なんや。で、まあ、古典の中でボケを入れ替えたりみたいなので、はいはいはい、そのオリジナリティを出した人が決勝に行くみたいな感じ。潮流が結構あって、はいはい、古典の時代を経て改作の時代、その完全に入れ替えた落語みたいなのを作る人がすごいみたいになって、はいはいはい、新作自分で作る人がすごいみたいな時代になって、今は古典に戻りつつあります。その技術がある人が、ブームが、そう、まあまあありますよね。漫才もある、うん、ありはありますし、ね、全然知らん、いや知らんな、はい、全部逆やって予想です。落語を聞いてたんですか、はい、大学までに。いや全く、いやでそれで入れんのすごいな。あ、なんか高校 の文化鑑賞会みたいなので、はいはい、落語家さんが来てくれてやってみたいのがあって、むっちゃ感動したんですよ。その一人でやってこんな面白い芸能あるんやっていうのがあって、まあ、お笑いをやりたいっていう気持ちは僕もあったので、大学入ったら、はいはい、それで阪大選ん、そう、神戸が実家だったんですけど、はいはい、当時神戸からどうしても出たくて、はいはいはい、で、そう、はいはい、神戸大学だと通えちゃうんですよ、はい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 、だからもう大阪に、はいはいはい、あと一歩ね。そう、そうです、そうです。これもまあちょっとした壁があるせ、神大から阪大ってなると、ね、そうそう、それで神大阪大京大で、はい、無理やったな。兄弟行きゃ出れたけど、いいや、僕5分なんで大学の時間からね。あ、そうなんですね。それはそうよな、5分すぎる。そう、僕はモノレール1本で、ね、僕はそうですね。だからあの本当に阪大入れなかったらもう北海道大学とか受けようと、とにかく実家から出たい、実家から出、その仲悪かったとかではないですけど、はい、一人暮らしが、はい、あと当時ベース吉本にめっちゃハマってて、はいはい、ベース吉本行きたかったっていうのはあります。はい、はい、なんでオチの方に行くんかもよく言う。いや、またそのお笑いをやろうと思ったらオチしかなかったから、はいはい、ああ、ね、まあまあまあそうですね、当時は、まあ、だからコントサイクルがそれこそ、ね、ちゃんかちゃんに断られてなくて、他にも3つ4つあってやったら変わってたかもしれない、ね、今みたいに学生お笑いがあって、例えば寛大にし、あのストラットっていうのがあるんだっていう状態で寛大に入学してたら、もう絶対そっち行ってたもん。いや、絶対、ね、絶対入ってますわ僕も。これ人生変わってますね、うん、絶対入ってる、うん、確かに10年でだからだいぶ変わってますよ、ほんまに。本当にそれを変えて、また意図する方向に変えていかなきゃいけないなかと思う、多分ここから。いや、まあそう、んな、やっぱ苦しいもん、やっぱそのテニスサークルのイベントの時に漫才するようなそのやつじゃ、やっぱテニスサークル。いや、今ので思い出して、それこそ、はい、今さっき名前出したミネに一回だけ、あのテニスサークルで、はい、その漫才せなあかんねんけど、はい、あの僕の同期のあのからしれんこんさんにネタそのまま使っていいか聞いてもらえるって言われたのはめっちゃ嫌やった覚えてますね。めっちゃ恥ずいと思って俺同期に。いや、同期でだからもう当時2年目、はい、3年目でもうその大学生が知ってるレベルやったんで、ね、からしれんこん、私それ聞いてみてくれへんって言われたのはめちゃくちゃ嫌やったんだけど、嫌ですね、それ思い出したわ。いや、そう、それで仲良くなった。でもその大学、先輩がほんまに、意味わからなかった、ほんまに。その、カンコピ、アンジャッシュザで、はいはいはい、テニスサークル入ったのは、はい、僕は中学がたまに全国行くぐらい強かったので、僕は中学からやってたから、テニス、でも普通に公式のテニスをやるために入って一番強いサークルに入った、はいはい、うん、っていう言い訳はさせてもらった、はい、チャラチャラしてるわけじゃない。そうそうそう、はい、反対にチャラいサークルなんか一個もない。いや、そうそう、あのサークルその中でもめっちゃその真剣寄りやったのも分かってる、分かる。それで、で1回生で最初のなんか合宿みたいな行って、合宿でいつもその企画、はいはいはい、面白いとされてる人たち、幹部代の3回生のが、お前さ、これ聞いてるさ当時の先輩とかおらんの？あの直接、直接言ってる、その頃から言ってる。ああ、よかった。うん、わわ見出してる我々、友達失ってないか心配だ。大丈夫、はいはい、そうそう、それでその代の人らがほんまに普通に、
なんか4本ぐらいネタせなあかんね、はいはいはい、うわすごいな、そうだよ、なんやそこで、そう、歌とか一発 で、あ、じゃあ歌とかでいいね、歌とかせよよって思ってたよ、めっちゃ、はいはい、いや俺もそう思うな、うん、そうやな、で、そのでパク、でさ、アンジャッシュさんのネタとかをそのまんまやってたり、チュートリアルさんの今のやつをそのまんまやってたり、はいはい、いや、それやるとしても、まあ、はい、当時誰や 8.6 秒バズーカさんとか、はいはい、とかでやん、はいはい、パーティーよりの、はいはい、その感じでやんねん、はい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 、アンジャッシュさん完コピして、はいはいはい、何がおもろいねんって思って一番寒いことやってると思ってたら、ね、同じ目のやつが一人いて、ああそいつとめちゃ仲良くなって、ああそうそうずっとこれ全部ひっくり返そうっつって、ああ俺らオール4本ともネタ書いて、知らんとこで知らん戦いしてたやん、シュート16本ネタを下ろすというテニスサークルほんまに意味わからんやろ、すごいな、何の話やねんって感じがきます、あれってなんなんやろ、コピーバンドと同じ感覚なのかな、別に、いやマジでわからん、理解ができん、そのなんでそれを笑ってる方も意味わからんし、その、うんうん、そのまあ知らなかったらね、面白いかも、アンジャッシュさんのネタじゃないとしても、やとしてもアンジャッシュではないやろ、確かにそのバレるもんな、なんかそのネタ知らなくても、うん、あこの感じアンジャッシュだろうなってバレるやん、そのチュートリアルやっても、はいはい、なんかそのネタさえ知らんかったら、うん、そのなん面白って済むけど、そのなんでバレる道行くんやろうなと思うよ、そのカラシレンコンさんに聞いてもらっていいって言ってる人とも一緒、まあ、だからそれめっちゃ反対性だから、それがテニスサークルじゃないこれ、反対性、はい、反対性ね、そうなんかな、いやそうそうなんだ、まあ確かに、いや分かります、まっすぐテニスサークルは86やってるわな、確かに、そう言われたらそれでいい、はいはい、それが一番楽しいんだから、確かにな、 8.6 秒バズーカーさんはやる勇気もないし、で受けたいから、あのちゃんと受けてる実証がある漫才をコピーしたいし、でそれを無断でやるのも恥ずかしいから許可を得ようもない、でも反対性ですね、分かります分かります、真似できる86さんももちろん真似できないですけど、はい、その、ま、真似できるわけないのに、そうですね、その理解、なんでこの人らが面白いかとか理解できてなさすぎるやろこの人らっていう、漫才を真似すんの下手は思うんだけど、86真似してちょっと下手やったらそれはそれでウケるというか、別に下手でいいけど、そうですね、そのアンジャッシュやったらやっぱ下手やったら見てられへんもん、演技力がいりますからね、何をやったん、それやったも別に何しても思んなくて もう下手でもいいから、その己で行った方が絶対、俺テニスサークルの合宿ぞと思って、いやいや、その何にしてもウケるやん、だからそんなせえへんね、つらせ作ってる時間がすごいやん、だってそれで引き継いでテニスサークル入ってなるほど、こいつらひっくり返す4年間でっっ、こいつらの面白いよ、何やってんねんこいつ、変すぎるって、でもちょ何の話やねん、テニスサーじゃないですって絶対違うさ、誰も正解の道行ってない気がすんな、このそのモニターはどの 4年よ、でもそので俺はラクロスやろ、あ、1回戦の時ラクロス、1回戦だけか、1回戦だけ、だから NC 入るまでそのバイトでやり始めて、その計算上まあなんていうの、そのいやそんなにはバイト詰めんでいいなって、40万ってやっぱり結構実家暮らしで別にこうでこうで、で実際なんか5月ぐらいになってきた時に、あれこれ思ったよりそんななんかコン詰めてバイトせんでもいいんや、学生生活も慣れてきて、でなんかやっとくかっていう大学生らしい何かを、でまあ正直これ言ったらあれやけど、もう1年で辞めるつもりでもラクロス入ったって、そのなんか変なスポーツやっとこうかなっていうので、アルティメットと2択で迷って、すごいな、まあ未だにラクロスのルールとかはちょっとおもろいかなと思ってるな、全然、そう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 、確かに、いや経験者あんまいないスポーツですね、なんかね、ラグビーみたいに急にワールドカップとか跳ねたら、あ、ありえますもんね、全然ありえるかなとか思います、すごいよ、打算的すぎるやろ、まあまあ、まあまあそうです、てるような、そう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 やね、なんか今となっては思うな、当時は全力でその考えてるつもりやったけど、その今こう俯瞰で見た時にこいつめっちゃ反対の俺は反対じゃないぞっていうつもりでやってるけど、はい、めっちゃ反対性の動きしてるやんとは思う、で2回生でもう俺はそれこそ計算の流れで言ったらもうプロなるぞとかじゃなくて、2回生までに始めとけば4回までに諦めついたら就活に切り替えれるっていう自分に自信がなかったから、まあ その道がベスト、そのやってみて打ちのめされて、あ、やっぱ無理やったわ、でやめたくて2回生で入ったけど、結局組んでもらえず、漫才できず、正確には4月5月だけ1人だけ今のガンダーラのヤブっていうやつがいるんですけど、そいつと一瞬だけ組んでたんですけど、そこ解散してからは、はい、もうずっとそのなんか なんていうんですかね、その、まあ、もちろん下の方のクラスやったんですけど、はい、その相手されてないとか、そのめちゃくちゃ雑魚っていう感じでもないけど、
誰も組んでくれないっていうポジションをずっとやって、だから諦めきれんかったよ。4回の時にはそう漫才したことないからほぼ、ああそういうことだ、やめれるわけないだけ、はい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 、やってたらやめてるかもしれない。ああ全然全然ある、全然ある、やれてておもろいと思うやつと漫才した上で滑ってたらやめてたかも。あめっちゃいろんな人声かけて、もう今20世紀の木本とかもそう、俺皇帝の3人目の説あった。あそうなんですか、九条に言われて、なんかちゃんとしたツッコミ入れた方がいいかなって悩んでんねんつって、一回ネタ合わせ行ってもう世界がついていけなかった、すぐなしになりましたけど、なるほど、それぐらいそういうさまよって、いろんなとこさまよって、でそっからもさまよってますからね、大学出てからも結局2年ぐらい、はいはいはい、だから4年ぐらいピンやってんのかな。で次組む、やっと組めるってなったらそのギリ吉本じゃないやつやったんで、はい、松竹行くことになりました、はいはいはい、そういうことですね、はい、そうなんですよ、絶対的なバーセンス組むにあたってもうそのやっと組める人見つかった。でギリなんかまあこれの話当時あれなんですけど、吉本に、引き戻せるっていう話やったんですけど、はい、そのタイミングの4月でルールが急に変わって、はいはいはい、で組めなくなって、でまあまあ松竹が声かけてくれてっていう状態なんで、だからやっと組めたのが 6年目言い過ぎか、4年目5年目ぐらいになるんですよ ね、 そ, うですね。それまではずっとやりたくないなと思いながらピン芸人やってましたけど、でよう振り切れたなそれ、そのあまあ何やろ、いやまあ2年目って今でこそもうほんま1ミリも何とも思わんけどさ、はい、その新卒の就職めっちゃ輝いて見えてなかった。ああまあまあめっちゃ悩ん、まあ辞める手はなかったけど、うん、もっと組めといたらなとかは、妥協してでも組んで試してなかったせいで辞められへんくなったし、でも逆に言うとその組んだら勝てるけどなっていう人たちがちょっとその結果でとか出だしてるから、あまあ なんでな、まあまあ それはあった、そのなんか組んだら抜けるけどなっていう感覚 でその人がまあメンバーとか割とスッて入ったりとかしたから、あいやいけるいける組んだらいけるわっていう、めっちゃポジティブなんかもな、いやほんままあまあまあ、まあ、引っ込み使いとかもあったで、それ もうやってるしお前は就職関係ないもんなっていうあれもあって、ゼミの人たちからの、はい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 、そんなんもあってもう引っ込みつかへんとかもあった、まあ、結局辞めてるから、その辞めてるとこまで一括りで反大生って感じのその全部ビビり倒し、その独裁さんなかったですか、その就活のタイミングで迷うこと。いやあーでもそれどころじゃなかった、当時は本当に自我がなかったので、一応もう大学サボってたし、いや大学はサボってたんですけど、本当にもうあのなんか物事を判断できる状態になかったというか、のないってそんなしひどかったんです、本当にとにかくひどくて、今の皆さんにお見せできるような問題状態じゃなかった、20後半ぐらいまで結構やばかった。はい、どういうガチャガチャでした、本当にそのあのなんか自分がやりたいこともよく分かってないし、できること独裁スイッチ企画も大学の時に始めてるんですけど、はいはいはい、当時はその鳥居みゆきさんに憧れてたすごいアングラなピン芸人だったので、はい、名前も独裁スイッチ企画だったし、まあまあまあ、すごいそのアングラなネタをやってたので、はい、それでどうなるかわからない、まあ、とりあえず落語だけはずっと続けてみたいな状態で、はいはい、そこでちょっとまた拾っていただいて、あの社会人落語のサークルみたいなのが先輩から声をかけていただいて拾っていただいてみたいなのを、はい、ずっとやってっていう感じですね。だから大学出てからは高学歴でアングラなネタするってそのなんか邪魔というかそのなんかぶつからないですか、その属性って。いやまあまあでも結局大学の中でしかやってない。ああそうかそうか、そうそう、その仲間の中でっていう、はい、そのグラグラなんやったら、だから就活もガチャガチャってした感じ。僕の時ちょうどリーマンショックだったんですよ。やったら余計っすね、はい、2010年お前攻めた方がいいみたいな、そうそうそう、 NSC とか入ることをプロに行くことのハードルが低くなるじゃないですか。はい、ね、コンビを組むっていう考えが全くなくて、はい、で当時って多分ピン芸人ってあんまりそのなんか魅力がないとは言わないですけど、あなんかわかりますね、そう、うん、その大阪にいるんだったら漫才だろうなって、はいはいはい、漫才がそんなできないなってなった時にちょっと落語っていう選択肢もあったし、はいはいはい、どうしようかなってなってる間に木を完全に逃して結局就職しちゃったみたいな感じ。はい、まあそっか、だって優勝したのも2月ってことは就職はもう決まってて、決まってからです、最後落語に熱を入れてこう頑張って優勝できたけど、ああもう手元には泣いてあるしっていう状態ですもんね。 それはまあ確かに悩むか、はい、別に
森田会う大学の時の知り合い全く会わない。会わんかって。一人も会ってない。高校とか高校っていかつやん普通に。もう洛南やろ。洛南そうなんですか。洛南なんかも100人ぐらい兄弟行くんちゃう。もっとか。あーでもなんていうの、内部進学と外部、中学から通ってるやつと高校から通い出したやつで結構その壁あって、うんうん、でその兄弟行くのはほぼ内部進学から、知り合いに兄弟生はほぼな一人だけかな。それも一浪して、ね、高校の友達はまあまあ3人だけよう会うぐらいかな、うんうんうん、でもそんなもんやな。比較する時期なかった。ああ自分と。お俺はもうないよ。俺はもうないけど、なんかマジでこれ言ったら嫌な言い方になるけど、うん、俺高校 の、 その外部進学で、阪大行ったら結構エリートやったんや。あそうなんや。その高校から入った組で阪大行けたら、うん、結構っていうか周りが誰もおらんかってクラス、うん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 、結構そのなんていうの、先頭走ったというか、はい、結構チャランポラン高校 1,2 年チャランポランしてたのに3回本気出し3年で本気出して阪大まで行ったやつで、だからそのめっちゃ狭い世界で阪大生じゃないみたいな顔してる、その高校生高校の友達の中では天才タイプの感じで、ね、そのそのそうそうそう、で大学入ってその阪大生の動きをしてるっていう変なそう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 、なんか計画づくの、だからなんかそのいまだに芸人続けてるらしいもあいつっぽいなみたいな感じだと思う。あ、そうなんや。そうそう、別にそのなるとかも言ってなかったけど、うんうん、なんかそういう変なことしそうな空気あったな、あの人やと思う。高校の中では。そうそうそう。な、その枠入ってんの。いや、高校だけ でその枠入ってる。そのだから余計にその組めてないとかも、その天才やと思われてる。マジで、その漫才やりたかったんじゃないんで思われてた。そうそうそう、大丈夫なんかあいつみたいな、その浮いてるんじゃん芸人でもみたいな感じだと思う。多分分からんけど。すごいですね。そう。いや僕もそうですね、なんかそれこそ今大学お笑いみたいのがあって、大学お笑いってめっちゃいい相方がいてコンビ組んでみたいなんだったら NSC 行くっていう選択肢も全然あったかなと思いますよね。めっちゃブリブリで4年かけて判断できますからね。そうそうそう、確かに今思うとほんまにそうよな。材料めっちゃあるからな。当時やっぱその4回まで俯瞰してこう4年あるからで見られへんもん、その今を生きてるやんか。見 見れなかったですね、うん、それこそなんどコントをその始めたタイミングとその独裁推企画とその落語でこう並立して走り出したタイミングっていつなんですか、はい、いや、だから大学の3回かな4回ぐらい、はい、3回だったと思うんですけど、まあその落語をやるサークルなんで、はいはい、色物はやるんですけど、はいはい、漫才とかコントとかやるんですけど、はいはい、基本学祭の時だけ、はいはい、一応祭とかね、はいはい、待ち金祭の時待ち金祭と一応祭の時だけやるんですけど、はいはい、みたいな感じだったんで、はいはい、パーマネントなコンビがなくて、はいはい、なんか色物にあんまり力入れてないのが嫌で自分一人で始めたっていう感じです。はあ、そこも頑張りたいっていう気持ちですね。そうそう、頑張ろうよみたいな気持ちで独裁スイッチ企画を始めたんですけど、まあ、ネタがアングラだったんでそのあんまり起爆剤にはならず。なるほど、はい、で R1 は会社員になってからの、ね、2011年に1回出てますね。1年目ですね。でも11、12、13、14と出てるはずです。はい、でここで14で1回戦で落ちて、はい、もうこれはあかんってなって落語になって、はい、でそこから8年空いて2022年に8年空いてこれが本当に今になって聞いてきた8年そのアホみたいにアホみたいに言ってあれですけど、その楽しいから言うて出てたら確かに確かにもうラストイヤー超えちゃってたわけで、はい、これがこんな聞き方してくる。いや僕もそれこそ今思ってもそのなんか NSC 入って、はい、まあ一応その組めてないから R1 絶対出なみたいな。 そうですよ、ね、それは意味わかんないじゃないですか。ピン芸人で1年やってて出へんの、はい、こんなんなかったらまだまだ出れてる可能性あったりとかはめっちゃ思っちゃいます ね、 そのここに来てこんなマイナスで聞いてくるとは、うん、ラストイヤーなってもうた R1 も。そうですね、そう、まあ、だからそういう感じでやってたんで、もう自分がまたがからこんな形でお笑いやってるとは思ってなかったんですよ。基本落語は続けるつもりでずっとやってはいたんですけど、はいはい、社会人落語っていう趣味の一つとしてコントやらせていただけるようになるとはその当時は多分全然思ってなかったと思います。一番いい距離の取り方な気はしますね。いやいや独裁さんビスで結婚しはって稼ぎもちゃんとあって正解、まあ、正解とかないですけどちゃんといやそうそうそう認められてる一番もしかして一番いいラインなんかも
そんなことはないですよ。そうなんですか、はい、その決勝 R1 で決勝行けたら会社辞めたいとかってあるんですか。 R1 で決勝行けたらですか。いやでもちゃんと稼げるかどうかじゃないですか多分決勝行ってもまあそうですよね。一人身だったら全然考えると思うんですけど。なるほど。はい。でしょね、この感じ。僕はもう自分の性格のせいでどこにもオアシスなかったんで大学の中に。はいはい。ああでも俺もちょっと近い感覚はあったかも。大学ではそのやっぱそのやっぱさカラシレンコにネタ使っていいか聞いてもらっていいとかもあるし、あとそのこれそのこの間ノートにも書いたんやけど、そのまあ当然大学終わってから NSC 行ったり、その芸人の仲間とまあなんかネタ合わせだなんだ遊びに行ったりとか、こう二重生活、二つの自分がいる状態で、その NSC 側というかさ芸人側やったら今でこそこうやってそのいじられたりとかも多くなったけど、当時ってそのやっぱそのめっちゃすごい賢い大学行ってるやつやったから、賢いボケだったり、そのお笑いのなんかしょうもないことやってるやつに対してしょうもなっていう冷めてるというポジション、うんうん、その、それの笑いをやってて、じゃあ大学戻ったらその大学の中で浮いてる金髪してて芸人やってて大学サボりまくってるやつってその、はい、めちゃくちゃそのルローニっぽいこと言わないとダメそのなんかボケの質が全く逆のその2つを昼と夜でやってるから、はい、だからほんまなんか、まあ、芸人の方がなんか本体で大学はずっとなんか割り振られた役やってるっていう、そのなんかなんとなくその感覚はずっとあったかも。なんか どっちも本物じゃないというか自分が、すごいよ。だからもう最近はその大学のことは言わんようにしてるけど、そのそう、ね、あんま賢いとかは僕多分喋り方とかも多分賢くないし、いやいやいや、もうやめとこうと思って。いやめっちゃ反対よ喋り方だけで、はい、あなたは、ロジカルやんめっちゃ。かん嘘、うん、もう言わんでええかって言わん方がええか、あ言わん方がいいと。そうですね、だから取る前にちょっと言っちゃったけど、そう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 、その賢い、うん、賢いじゃないな、高学歴の人が学歴を言うことがもう芸をする上でもうマイナスにしかならんって俺は思ってる。はいはい、マイナスにしかね、まあ、確かに、マイナス、うん、マイナスにしかならんというか、結局だから東大めっちゃ賢くて、うん、賢いを使ってね、ボケにやったら、はいはいはい、まだギリあるけど、そのコースを僕はあんま面白いとも正直あんま思えへんから。なるほど、危ない、今例え出しそうになってたから今、結構茨の誰みたいなって言ってたら変な感じになってたやん。結構茨の道な気がして、まあはいはいはい、かといってもふざけてもほんま賢いやつって思われたらさ無理してるって思う。まあね、無理してるというか、そう、ね、おもろいこと何もできへん、その ロジカル なんか賢、うん、俺の好みじゃない賢ネタするか、はいはいはい、無理してふざけるかってもうがんじがらめになるやんって思ってるから、言わん方がいいやろなって。単純にね、その増えましたもんね、高学歴の人は。そうなんですよね、だから物珍しくなくなってきたっていう。そう、賢い方で振るにしちゃうだから弱いから、弱い、まあ、そっちは、ね、そっちは無理やし、そうやねん、やとしたらほんまにいよいよ言う必要ないって思っちゃう。はいはいはい、そこは多分もうオーバーフローしていくと、もうここだけ正義感さんとか出てきてるから、弁護士の人が芸人になって、ね、お医者さんが芸人になったり、公認会計士が芸人になったりしてるから、はいはい、そう、ね、賢いってめっちゃふわっとしてますもん。ふわっとしてる、学歴あるってめっちゃふわっとして、まあまあテレビ出れる材料ぐらいの感覚ではどんどん良くなっていくんかなって気がするよな。表だって言う必要がないっていう感じです。多分もうだから学歴とかじゃなくて、その何ができるかの話になってくるのかな、うん、英語が堪能ですとか、確かにモラクロスが多分聞いてきたりするあいつかね、わかんないですけどね、そうどこで聞いてくるかわかんないんでね。そう、反対は弱いですね、学歴として言うには。弱いっすね、賢い人が。僕のほんまめっちゃ偏見ですけど、賢いやつ大喜利弱いイメージあって、おー、っていうかまあまあ僕が何様やねんって話ですけど、では僕の学生の頃のその楽しみって何やろう、ちょっとほんまに例出ないですけど、例えばもうちょっとほんま今たまたま2人ともメガネかけてるから、はい、メガネって、うん、例ちゃうんですよ、メガネって、はい、なんでこんな形してると思うみたいな話題があるとして、はい、反対とか賢いやつってマジの正解を言ってくるんですよ。はい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 、僕はマジの正解知りたくてこの質問してないんで、そこで遊びたいのに女の子やん言ってる女の子が男のあれ話に言うやつやん、はいはい、でもそのいやこうやでって全然嘘のこと言って、いやそんなわけあるかいか、はい、もうそのあの嘘をいっぱい重ねるっていう会
ことをしたくてずっとそれをやってたのに、はい、学生の時とか、はいはい、賢いやつすぐその一発目にあのほんまの正解出してくるから会話終わるにしちゃって、で大喜利もだからそういうイメージがある、 ロジカルっていうか、その、はい、なんか まず正解を多分脳内に描いて、はいはいはい、そっからずらしていくみたいなんで、もう弱いイメージしかない、はいはい、だからとんでもない、全く180度逆方向に走ることがないというな、そう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 、うん、っていう、それは加藤さんが悪いですイメージなんですよ、うん、まあ、そういう人が実際多いというか、まあ、まあそれはまあそのまあまあまあ、いやボケや言っていかないと、そのいやお母さん正解出したらあかんからって言っていかないと、そのなっていかないですよ、そうはそうか確かにね、いやそうそうそういう普通反対とかじゃないですよ多分みんな正解出そうとしますって、いやそれ、まあ、今のは例が悪かったですから、そのまあ身代わりやったらさすがにまあまあまあこんなんは全員分かってるやんみたいなことも、うん、その違和感を感じることがすごい多かったから、はあ、うん、そういうことじゃないんけどな、なるほどな、でもやっぱこうやって考えても阪大出身の芸人全く出してないな、サスケさんもそうやけど、いやそうですそうです、サスケさん、あの子もさっき笹黒、あそうです、の子もそうやな、黒沢さんも阪大、そうや、そう同じ学年よ多分、あ、そうなん、一浪とかしてたら一個し、なるほどなるほど、そういうことか、年齢は一緒なんや、基礎校多分、はあ基礎工学部ね、ちゃんとしてるな、いやここそ真面目っていうか真面目ですよね、理系もそれこそ実験でコツ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 じゃないですか、やっぱ4年で真面目にさらにされる気もするな分からんけどなんかね、そうですね、なんか研究、俺もさ正直その理系のこととかも何も分からんし、大学のそのなんていうのニュースで見る範囲やけどさ、なんかやっぱ京大とかの方がさアイディアでなんか変えた感じしてさ、はたいてさそコツコツ研鑽を重ねてさ研究が、ね、なんか見つかった、やっと見つかったみたいな反対の方が多いイメージ、ね、身を結んだ、めっちゃこっちのバイアスかかってるのかもしれんけど、なんかそっちの研究のイメージあるな、反対は何もできんかったな、ほんまに大学の時何の話や、じゃあまあもうそうほんまに、はい、加藤さんはあれですか、その大学の時を取り返そうとして今めっちゃ頑張ってるみたいなのがあるんですかあや、そういうわけでもないです、でも大学、はい、でもその自分のことを面白いと思ってる大学生なんて自意識の塊じゃなかったですか、その大学という空間めっちゃ苦しなかったですか、僕ですか、その、はい、自分のことを面白い、はい、まあ、少なくともその大落語で結果がちゃんと目に見えて出るまでの間ですかね、はい、うん、ああそれはめっちゃ大変でしたけど、までただでもやっぱり落ち研にいたら、そのそうか、みんな面白に向かって走ってるそして、はいはい、でその全国 その交流が結構あったん、阪大ってあの大阪冬の陣っていうイベントを主催してて、はい、あの阪大 その豊中、それこそ豊中にあるホールに全国の落ち研を集めてやるイベントっていうのを毎年12月にやってたんですよ、はいはいはい、そこでああこの大学にはこんな面白い人がいるんだっていうのを毎年見れてたんで、ああすごい関東はこんなすごい人がいるんだ、うん、関東から来てこんなにお客さんを沸かしてるんだみたいなのがあったんで、うん、そこで仲良くなったりみたいなのもあったんで、そうですね、そのなんだろう、一人ぼっちではないなっていうのは常々思ってたところはありますね、あ同じところを目指して走ってる人がいるんだっていう、で、まあ、自分の現在の立ち位置とかも周りの評価でこうなんとなく分かっていますね、そうそうそう、結果があるからな、そうですね、浮遊人って言ってるんですけど、そう、落ち研に入ればよかったのに皆さん、ほんまっすね、落ち研に入れば確かに幸せやったかも、同じ方向を見てたら、もう、はい、めっちゃほんまにえらい手前まで戻って申し訳ないですけど、そのなんでお笑い好きになったというか、じゃないな、なんで芸人になろうと思ったんですか、それそこが違う気がする、めっちゃ聞きたい話ここまでして、僕はでもやっぱ高校の時も多分周りのその多分加藤が今気にしてることも俺多分元々がなくて、多分思んないと思ってるから、システムとか賢さでそこと戦えるんかなというのはある、その自分のことは面白くないと思ってて前提、すご高校の時から当時から、そうそうそう、そのじゃあなんでやろうって思う、だから戦えんじゃないかなっていう賢さで、すごネタとかもシステムで戦えるんじゃないかなっていう感じ、おーすげーその本格のに自信があったってこと、と世間騙し切ったら売れれるんちゃうかみたいなこと、あ
出さんか。でもめっちゃ好き前提ね、みんな大好きやから、うんうん、携わりたい。ああなるほど。でできれば架空に近くなりたい、うん、でそのお客さん騙しておもんないけどおもろく見せて、うん、いけんねやったらやってみたい。で無理やったらもう一歩引いて、ね、もう作家なりそのなんかまあ音響照明でもいいレベル、そのほんまに携わりたいという気持ちは前提としてあって、うん、なるほど。そうそうそう、好きが先やったかも。あそうそうそう、好きで好きは先、ただ向いてない。そう向いてないかも、自分の少ない手札でみたいな。そう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 、だから前提としてその自分に期待してないから、そんなそのなんていうの、周りおもんないなとかもないし、そんなないかな別に。じゃあ、うん、じゃあ別に誰とも仲良くできるかっていうか、うん、そうそうそう、俺もそっち側が、うん、なんか物好きがその同じ 属性は一緒、うん、反対というおもんない人たちの中でその属性は一緒やけど趣味趣向がちゃうだけやから俺は、うん、その笑いに携わりたいだけのやつ、はいはいはい、でそいつが反対なりの頑張り方で今やってる戦ってるっていう状態やからかもな。それで続けれてんのすごいな。まあ、あとは引っ込みつかんだけどほんまに。いやいやいや、あとまあ楽しすぎた。楽しいですね。もう NC の最初の 1,2 年がもう組めてなくてこんな楽しいんやったらやめられるわけないな。なるほどなるほど。あれめっちゃ好きなのな。でも好きやな、人のネタとか見てる時間も。いや素晴らしい本当に。さんは僕ですか。僕は一個明らかな転換点があって、はい、11歳の時に神戸から、11歳の時にその川崎市、神奈川県の川崎市からこっち神戸に越してきたんですけど、はい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 、2003年の M1 グランプリで、うん、うちの父親がかなり厳格な人なんですけど、はいはい、笑い飯さんの、はい、奈良県立博物館のやつのネタを見て、はいはいはい、父親が笑いすぎて過呼吸を起こしたんです。でそのこんなその厳格な人をここまで破壊できるものがあるんだと思って、これはすごいぞと、その理屈じゃないと思って、そのなんか今までその真面目にコツコツ頑張ってなんかそのやっていかなきゃいけないのかな、それで偉くなっていくっていうのが一個なのかなと思ってたけど、そうじゃなくてなんかその感覚的に訴えて人を動かすことができるんだっていうのがめっちゃあって、SM タクシーでも父親がそのちょっとのたうち回って大変だったんですけどみたいなのがあって、ちょっとボラワさんのゲラなんですよ。ゲラは今考えたらゲラだだけだね。それで、あやばい、すごいお笑いってめっちゃやばいじゃんって思って、はいはい、ちょっとお笑いの方に振り始めた。当時ネットがないなりに漫才とか台本書いてたし、そう早いで大学へ入ってからはその視聴覚室ずっとその吉本ファンダンゴの動画を見て、はあ、学天則っていうヤバいコンビがいるみたいなのをチェックしてた、はいはい、まあ、YouTube ギリちょっとまだそんなね、お笑いとか上がってない時代ですもん多分。そうですそうです、はい、それはもうむっちゃ突き詰めてったらその音を笑かしたかった子供みたいなこととはちょっと違 う、ね、いやでもそうだと思います。だからそうなんか厳しかった音を、あでもそれも結構ある、でもそこまでそんなに人になんかはっきり認められたことがなくて、はい、いざネタ書いてその高校の時に人前でやったりしたんですけど、はい、めっちゃ受けてもらえて、はい、僕も進学校だったんですけど、はい、兵庫の永田高校っていう、ああ永田なんですね、永田です、そこでやっててその漫才やったら結構笑ってもらえて、はい、まあ、進学校なりにそのみんな賢いのに僕より全然賢くて今もそのむっちゃすごい人たちがいっぱいいるんですけど、その人たちに笑ってもらえたっていうのがあって、あなるほどこれだと、これでやっていこうって思ったのが一個ありました。そうか、はい、ここで結構転換点があった感じですね。そう言われて俺も高校でよく考えたらネタやってたわ、思い出した。あやってたんですか。僕その進学校でその仏教校なんですけど、はい、あの宗教の授業っていうのがあって、はい、その宗教の授業は基本的に説話みたいな聞かされるんですけど、はいはいはい、その宗教の先生はその進言があればやっぱその受け入れないといけないんですよ。なんて言い方はめちゃ言葉難しかったんですけど、その何事も否定しないでやったら、はい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 、その進言があったらそれをやってみようっていうことをその最初に授業の念頭に置いてて、誰かクラスのやつがこれ一生こっちが発表物提出したら一生説話聞かんでいいじゃんっていうムーブがなんか1学期ぐらいで起こったんですよ。でなんかみんな持ち回りでとにかくその授業を潰そうって言ったら今言い方あれですけど、時間を食おうっていうムーブが始まって、なんか好きなものをプレゼンしてみるやつがいたり、いい学校やな。
そうそう、漫才コントを、いやもう男子だけが盛り上がって、うん、その授業潰してるから、一部の女子に死ぬほど嫌われてたんですよその見たくもないものを やらされて、そうです、ね、でも強制的に発表の場と、そのあくまで授業やからやっぱ好きじゃないやつも見てて、はい、で そこが笑った時って本物というか、あそうです、ね、見たくもない状態のやつが笑った本物みたいなんで、はい、だんだんこうなんて突き詰めていくようになったとかもあったかも。ありました、ありました、わかりました、うん、でもだからハイマンとかの知識はなくて、ない、ただあの MBS 漫才アワードが、はい、うん、漫才アワードありましたね、高校生時代、はい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 、ありました、はい、でなんか事前にこれごめんなさい聞いてる人でもう世代じゃない人わかんないと思うんですけど、ペーパーテストっていうのを送信せなあかんくて、うん、はい、お笑いエリート高校生そうそうそう当時言ってたな、そう言ってた、これだから審査する側もお笑い強くないとみたいなんで、はい、大喜利をね何問か確かありましたね、答えさせられたりありましたありました、はいはい、なんか他にも項目あったんすよね、何やったかな、まあなんかペーパーテストっていうのを送って、うん、合格したやつが審査員みたいなんで、いやなんかそこぐらいにはだんだんそのなんていうのこう深くなっていたとか、知識であったりその興味が、まあ、発表の一環やったんがだんだんその好きになっていったっていう感じはあるかな、そこで高校で、ね、めちゃくちゃ面白いな、朝まで話しましょうよあなただけなんですよ、明日僕ら何の問題だ、チャリやし、明日も全然何もないし、面白いな、いや漫才ワードありましたね、懐かしいっすね世代的に、はい、どう人と繋がってたんですか、お前何やねん、いやいやいや僕はその、うん、あれなんでその、僕はだからもう全然友達とかもできんくて、うん、まあ普通にもう、まあ、皆さんよう分かると思うけど、その普通に社交性がないから、はい、その、むちゃくちゃ難しくて人と接するのが、はい、で自分も何も特徴ないしな、次だいぶ自分のことで、だから僕小学校の卒業とか自分の写真だけ全部ちぎってる、怖っやば怖っカットカットこんな話、急に激ヤバな話じゃん、怖っぐらい、まあなんていうか、まあ自分のことはめちゃくちゃ嫌いやったなるほど、はい、そう、そんだからどう人と接していいか分からんけど、はい、あんま自覚なかったんですけど、まあまあこのプロの前で言うの恥ずかしいですけど、当時なんかそのツッコミおもろって言われる、はい、その道しか僕は人と接する機会がない、はい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 、何でも分かるわ、ナチュラルに別にさ、突っ込もうとか思ってやってたんじゃなくて普通にやってて、はいはい、で結構言われるから、はいはい、なんかそれにすがって生きてたさ、はいはい、俺これなくなったらもう人とのつながりなくなるみたいな、なんか分かるわ、うん、そのなんていうの、足早いわけでもないしじゃないけど、小学校の時からそういうな、何もそれはあるかもしれないないけどみたいな、うん、なんか全部そのだから普通にイケイケオナゴもなんかサッカー部の、そうイケイケオナゴもサッカー部、誰に配慮してなんかあの言葉選んだそうサッカー部のなんかイケメンの人とかがこんなやつと仲良くしてくれる理由がほんまに全部ツッコミ面白いやつ、なるほどな、はいはいはい、面白いね加藤くん、おしゃれでもないしなんか流行りをしてるわけでもないし足早いわけでもなくてっていう状態で、でだから自分が面白いとも別に思ってなかったけど、うん、これを失うと俺はもう社会からその離れるからってなって、はいはいはい、でこんなツッコミの能力なんか一般企業入って使うもんじゃないから、だから NAC 入ろうっていう、なるほどな、なんかその消去法の NAC じゃないけど、俺はもうこれしかないわっていう、すごいなそれも順番なんで、はいはいはい、なんかそうそう、よかったちょっとお前結果出へんかったら自殺してるってお前、お前やばいってそれ、だからいいのよ、だから今は楽だ、もう店を始めてからめっちゃ楽、その店をやってる人っていう理由で、あの興味を持ってくれるから、うん、面白いことを言う必要もないし、まあ、接点があるから、ね、そうそう、その、はい、意味、はい、なんか、はい、いる意味なんなんていうか何の人間かが分かるようになってからめっちゃ生きるの楽だ、なるほど、立ち位置がね分かると、それがなさすぎて、高校とかもそのツッコミ一本っていう感覚やったと、中高で大学入ったらさ、俺その今のお話で思い出したけどさ、その、高校から結構大学に行ってるやん自分とこの、だからその高校の連れおったやん大学に結構、あでも ほぼおらんで、えほんま、うん、兄弟は一人も全員高校やし、大学半大ちょいちょいおる、現役で一桁とかやった、あそんなもんか、でも俺からしたらそのちょっとおるだけで のそっちっていう、え岩子は汚いだけどっちだっけ、俺あ俺豊中高校、あ豊中高校か、豊中高校か、経済やったら、まあ、安弘だけの吉田
はい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 、あいつが高校で一番賢くて、本当に羨ましいですよ、知り合いの話ができて。いや、まあ、いや僕からしたら洛南から一人で乗り込んだ、京都の高校から一人で乗り込んだ状態だったんで、はい、その地元系公立の人たち、茨城北の豊中とかは、はいはい、なんかなんとなくグループがあって連帯がね、もうじゃあ接点いらんやんって思って、もう同じさっきの聞いてる感じで多分正直同じ、その、もう俺も恥ずかしいけどさ、天才枠、俺も、ああそうなんですか、はいはい、そっちやった、なるほど、なんかのそうかそうか、そんなもんか、中学卒業まで数学は100しか取ったことなかった、すごい、あ、数学だったんですね。あ、多いじゃない。で、うん、でそうだから高校も学年1を何回か通るぐらいの感じで、はいはいはい、そうなんですね、でぐらいの高校やったんで、今ちょっと賢くなってもっと行くんですけど、でもさ、それはさ一個その存在理由になるから、あ、だからそれがもう一個の柱やった、その賢い、あ、はいはい、賢い一番成績が、それで勉強してた、その別に大学行きたいとか別に何になりたいとかじゃなくて、高1の一発目のテストでめっちゃ点出してチヤホヤされたから、これはま、守らなこの立ち位置はって思って勉強してた。ちょっと勉強の話するんでレモンサワーもう一回。いやーなんか、いや加藤さんいないですけど勉強の話します。でもねえ、なんか不思議な、そうですね、そのいや僕も結構自己肯定感でその行けてない側やし、余裕で中高で、なんかそのけどこういう悩み方したことないなと思うのは、その存在価値持たなって思ったことがないというか、まだ中学で、なるほどなるほど、なんか生きてていいんかなまでいかない、あーそうでした、あ、言ってました、そうでした、よかった、何も考えてなかったじゃあ、高校の時の立ち位置が全然なくて、はい、中学の時にだからそうですね、僕は演劇の脚本で2年の時に賞をもらってるんですけど、その時に初めてやったぜみたいな感じですね。その何ですか、その周りからそのそんなそのチヤホヤされてない人がされてない、やばいやつや、演劇の脚本、はい、その脚本だけで賞を取るってことですか。あの演劇ってそのコンクールがあって、はい、あの神戸市、はいはいはい、あのはい、演劇部の大会みたいなのがあって、はい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 、市、近畿、はあはあ、全国みたいな感じなんですけど、演劇だけで言うと市で終わったんですけど、はいはいはい、脚本だけ近畿まで行ったんですよ。なるほど、そんなんですね。はいはいはい、それですごいあの近畿まで行ったねみたいなので賞状とかもらったりとかして、はい、でも書いたものをやってくれる人はいたってことですね。やってくれる人はいた、僕もやりましたし、ほう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 、スタッフも何人かいて4人の芝居だったんですけど、それはもう全然イケてる側、タイトルが役立たずっていう、イケてない側やな、イケてる側やのに、ほな、イケてないやないかやな、はい、引きこもりの青年が自意識の過剰により破綻していく様を描いた60分の演劇を太田、うん、あ、おろ、面白おかしくやって何が役立たず書いてる人と卒アル破ってるやつ、卒アル破ってるやつ、この加藤さん分かりますよ、僕その地下アイドルにすごいハマってた時期があって、そのチェキをいっぱい撮ってたんですけど、自分の顔はくり抜いてました、はい、そこでリンクする人初めてですよ、何やねチェキ撮るのに、しかもいや、だからそのアイドルに金は落としたい、だから落としたいんだけれども自分の顔は見たくない、はいはいはい、結果その顔を丸くくり抜くっていう行為に至るんです。すごいな、なるほどね、はい、だいぶ明るしてくれたよお笑いが。いや、まあ、でもここの2人に比べたら俺まだまだ全然明るいし反対じゃないよ。森田さんが一番まともだと思ってますよ、これは。これいいか悪いか分からんけど、森田さんが一番ちゃんとしてる、ここそのいや、ほんまに、いや、だからほんまに、あの 逆に我々がナルシストなだけというか、その自意識過剰なだけないけど、自意識に、ああそういうことか、潰されます。なるほどな、逆にか、そう、森田さんはだから今話聞いてる中で一番俯瞰で物を見れてる、はい、あ、なるほど、2年の時に入った方がいいと思って入ってるし、はいはいはい、そうかそうか、そう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 、自意識ということも取れるんか、そうか、そうか、組んでないからまだ分からんっていう理由、ちゃんとした理由があって、その、はいはいはい、そのそうそうですね、続けるみたいな、続けてるみたいなのがあるから、そうかそうかそうか、自己評価低いという、写真を切ってるってことは低いかなと思ったけど、でもそうか、そこに自分がいることは意識してるから高いとも取れるっていう話か。めちゃめちゃ高いです、自己評価というか、その自意識が高い、その自意識過剰ではある。はあ、確かに、だってまあチェキの方が分かるけど、その卒アルに関してはだってもうお前しか見えへんもん、そうそうそう、お前のものやから別に、そう
なんかでも後藤捨てるではないっていうとかもおもろいよな。後藤、うん、その乗りたくないから写真撮影行かないは、うん、全員の卒アルから自分を消したいから、うん、それは行動として全然わかんないけど、うん、でも自分の卒アルから自分を破るってもう自分しか見えへんしね。だからこれごと捨ててもいいやん。そうですね、まあ、卒アルと、まあ、確かに、うん、それではないってかも不思議やわ。なんか俺からしたら、うん、なるほどなって思う、うん、全然宣伝訂正かもしれんけど、その厳密に言うと卒アルではなくて、その、何あの少年野球のアルバムとか。ああ、なるほど、そういうことか。その破りやすいやつ。はいはいはい。破りやすいやつ。それこそチェキと近いわ。なるほどね。破りやすいやつは自分が写るやつ全部破りです。はい。うん、卒アルは強固にできてたから、あんまその材質が型紙すぎたね。そうそうそう。やし探し出したらまあいっぱいあるやろ。そのやつ、そのやりたいと思ったとしてさ、うん、そのや破ったという行為を万が一親が見つけてしまったら、うん、その悲しまないかなとかはないの？そのいやそこも聞きちゃうんですよ僕。そのなるほどなるほど。大丈夫か。いろんなリスクを想定されてるんですね。はいはいはい。そう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 。いやもうあのこれは。だから今ですけど、こんなんなんやかんや全部聞いてくれるからと聞かれるやろうけどさ、あの、大きなってから俺ずっと違和感感じてんよ、ちっちゃい時から。大きなってからちゃんと確認して、はい、ちゃんと確定で本人からも証言もらえたんやけど、一、はい、回も褒められずに育てられたよ。そうなんですか。ああ、はいはい。そうなんですか。方針としてみたいな。そう、褒めたらそこで調子乗って頑張るのやめるから。なるほどね。褒めれない。だから反対現役で通った、通った報告した時も、兄弟行ってほしかったなが第一声。いやいや、その褒めないと、うん、その嫌なこと言うはちゃうくない？っていうスタンスやから、や、そうちっちゃい時から別になんかあるやん、その帰ってきてさ、学校であったこの楽しかったみたいなもう最終的になんか怒られてる感じになるやん、最終的に。はいはいはい、はい、で話すんやめようやめようって言って、はあはあ、話したら怒られるしつって、でも子供やからさ嬉しくてさ、やっぱまた喋って、まあまあ、でまた気づいたらなんか怒られてて、はいはいはい、でだんだんほんまに喋らんでいけるようになって、なるほどなっていう感じだから、ね、親にこう思われたいみたいな概念がもうそもそもない。はあ、そうか、もう自己満、その全部、はいはいはい、誰、うん、自己満、まあ、隠すのもうまなってるし、その写真も見つかることもなければ、見つかったとしてもそう別にもうそう、なるほどな、うん、心配かけちゃうかもとかはない。そう、判断基準にそこは入ってない。これすごいな。いやすごいな、まあまあ育ちの話になるとちょっと、そうですね、うちの親の話をしたとちょっとこれが YouTube になると思うとできない。そうそう、切りますよ。そうちょっと、そうですね、鉄板のエピソードがあって、いやだから僕が落ち系に入る確定のエピソードが1個あるんですけど、あーどうしようかな。いや喋ろう、喋ろう、あとで判断してください。あの、はい、確認取ります。僕はいずっとあの7の段とお風呂が嫌いだったんですよ。あのおもろい引きの漫談やな。うん、はい、なんでかっていうと、はい、7の段が覚えられなくて、そのたびに親に風呂に沈められてたから。わーおー、すごいね。マジ？すごいやん。これマジなんですよ。でこれをずっと抱えてて、はいはい、ずっと抱えた状態で落ち系に入って話した時に初めてむちゃくちゃウケたんですよ。はい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 、それでかいっすね。辛いエピソード芸人の強いとか、おいすごいやんけみたいな話になって、はいはいはい、おいめっちゃええよお前、おい落ち系来いよみたいなことになって、はい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 、そうなった時にあもうあすごいウケるんやこれと思って、はい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 、そう。なるほどね。 それめっちゃあります。あるでしょ。あります、あります、そのあります。そう、うん、別にもう切らなくてもいい、その親にも言ってるんであれですけど、まあまあまあ名前もね、本名も出してないし、まあ、まあ、親が特定されることもないですね。まあまあ、そうっていうのがあって、うん、でそれで落ち着入ったっていうのもありますね。お笑い好きな理由の一個ですね、僕も。それそのそうそうそう、しんどいことあっても消化できる、最終的にそこにつながるんだっていうので、むちゃくちゃ感銘を受けたっていうのはある。わかりますわ、それ。じゃあ、もっと笑っていい。こんなんもね、YouTube に上げるぐらい気にせずに言えるようになればいいんすけどね。そうですね。やっぱおもろいからな、こういうの。そうそうそう。だからこれを、だから、あの、基本的にこの話を、だから、あの、いっぱい大学でしてて、はいはい、俺7の段か、みたいな。すごいな。7が。覚えれんか、確か七です。七七七十九ね。七十九が全然覚えられない。震えながら七六まで言ってるわけです。七六で四十二が言えなくてこうです。すごいな。どういう
え、1の段から言わされるんですか。いや、7がとにかくできなかったんで、6、7、8ができなかったんで、そう、それだけ一緒に風呂入ってた時にすごい沈められて、あと、その掛け順とかね、掛け順が違ってその沈められたりとか、そういうのがいろいろあったんですけど、そう、なんかまあそういうのがいろいろあった。どういうテンションやったんですか、どうしては。確かに、いや、もうだから子供の、まあこんな言い方あれですけど、独裁さんの子供の印象やから、はい、沈められたってなってるけど、はい、その親的にはちょっと足引っ張ったぐらいのつもりやった説とかもあるじゃないですか。いや、まあでもなんか親は本当に恐怖の対象しかなかったんですよ当時。でそこに受けたりしたんで、はあ、そうそうそう、はあ、受けることあるんだって思ってたのは当時から結構あったかもしれない。そう、なんかこうなってきたの、笑い飯さんで死ぬほど笑い転げたも変わってきた。プロを沈めてたやつが自分を守るための一番受け入れてくれる手段。そうや、笑かしたら、だって笑かしながら風呂沈める人おらへんもんだって。いや、笑かしたら風呂沈めてましたからね。そう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 、自分が面白くなれば沈められずに済む。そうそうそういや、だからこの話は結構身内にはいっぱいしてる。あ、いや、これが YouTube で公開されることでどうなるかわからないですけど、まあ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 、親が泣くでしょうけど、まあまあいいと思うんですけど、そう、まあ、っていうのがあって、で多分なんか面白いことを言うと褒めてもらえるんだっていうのは昔からあったのかもしれないですね、うん、加藤さんと同じですけど、うん、そういや、なんかその半大くくりに近いものがあるみたいなから始まったのあんたら根元ちゃいすぎた俺と。いやいやいや、それ俺ここまでじゃないわ。ちょっと信じたかったけど、お笑いいるわ。いや、だから、はい、半大のお笑いで言うとやっぱ森田さんが一番その正道を歩んでる感じはする。そうですね、計画を1になってたけどしっかり立てて、はい、そう、よう考えたらこっちが多分、こっちが多分正しい、森田さんのルートを行くのが正しいと思います。だから僕だけ好きで、多分2人は必要に迫られてお笑いを選んだっていうところが違う。その消去法をあくまで能動的じゃないんかもしれへんな。それはでもあるかもしれないですね。僕もだから運動がめっちゃできたとかでもないし、あの兄弟に行けるほど賢くもなかった。いや、そうですね、いや、そこは僕も一緒なんです。そこまでは一緒なんですよ、みんな。そうそうそう、そうやけど、やっぱそのやっぱ好きで選んだと。いや、ちょっと待ってくれ。好きで選んでるって。好きで選んでる。好きやって思いたかった。好きで選んでる。好きやって思いたかったわ。やめてくれ。ですよね、ちょっと勘弁してくれ、それは。好きでした、好きでした。ここまで俺、18歳からの人生が。いや、そうだね。それは分かりますよ。うち親はもうお笑い嫌いですから。あ、そうなんですか。親ってか、まあ、うん、まあまあ、いやいや、今でこそなんもないけど、おとんは好きでおかんは嫌い。あ、でも俺もそうやったかも。でもそれはその禁止されてた、僕クレヨンしんちゃんとか。そうなんですか。禁止で、そのなんかなんつったんですかね、ドラマとかも全部消しちゃったんですよ。僕小6まで9時に寝てて。あ、同じです、同じです。あ、ほんすか、はい、でまあ中1になった瞬間、塾が10時までみたいな世界やから、うんうんうん、急にその、まあ、今まで寝てた時間にまだ外におる、勉強してるっていうのが急にやばなって、そのまあ中1とかめっちゃ寝てたんですよ、その、はいはいはい、マジで悪気なく、その先生がおもんないとかじゃなくて、はい、マジで寝る体になっちゃってて、で直そうっていうので逆にその起こされたんですよ週1から。塾ない日も、はい、もう直さなあかんってなって、今まで9時に寝かしたミスやったってなって、はい、慌てて修正するように、そのお笑いとかも今まで禁止、そのしんちゃんとかも禁止で、でもそのなんか例えで出るじゃないですか、言ってもしんちゃんで、ね、別にひまわりのこと知っとかなら、うん、そのちょっと話ついてきて、全然この輪押さえとかなあかんとかないけど、なんとなくは知っとかないとダメじゃないですか。だからその夏休みの昼間やってる、親が働いてる時間に妹とそのこそこそクレヨンしんちゃん見て、そのなんですか、おもろがってるというより勉強しな、夏休みの間に履修せなあかん、みんなについていくために一緒に頑張って起きて見ようなっていうテンションでクレヨンしんちゃんとか見て、いや、めっちゃすごいな。でまあまあドラマとかもずっと小6まで追いつけな い、ね、うん、誰の話もついていけないで、まあ、それこ そのちょっとねカーストも下がるじゃないですか、こう話ついていけないとかなったら、うん、で中1で取り返さなで全部のドラマ見て、はい、全部の深夜お笑い見て、で急に爆発した感じです。禁止されてたものが、いまだにそのお茶と水しかあかんかったから、その子まで小6まで。うわ、すごいっすね。お茶と水飲まないんですよ今。そう、もう逆にジュースしか飲まないよ、もうその全部逆なって思って、いや、笑いを禁止されて、お笑いやって、そう、多分それはあると思う。多分 今やってる人で、その高学歴の人はそれは絶対あると思う。確かに禁止されてたもん。そうそうそう、その
そうだから僕がもう人とつながるのはツッコミしかないです、その柱一本信じて生きてた時に、はいはい、NSC 行きたいですって言おうと思った時に、はいはい、すごいな、それ言おうと思った時にそのたまたま、まあ、家でそのダウンタウンデラックスついてて、はい、で松本さんを浜田さんがバーンしその突っ込んでて、で俺そんな言おうって思ってる時に、でそれ見ておかんがそのツッコミなんて人の上げ足取って人の頭しばいて最低の人間がすることだって言ってでそれであ言えないってなって俺1年遅れましたやーばすごいなあこの人には言えないって思ってでもさあその、うん、さあダウンタウンデラックスのさ一番そのフラットなツッコミを見てさそこまでのコメント言えるって結構好きじゃないその、だいぶ集中して見てないとちゃんと見ては上での意見です、ねうん、ちょっと好きじゃないと言われへんけどな、それそれ僕は親にお笑いをやろうみたいなことをふわっと言ったことは多分あってたんですよ、なんかで覚えなんとなくで覚えてるんですけど、その母親からそのお笑いは本当にすごい職業だとはあ、一番すごいと、はいはい、その人は笑顔にするっていう職業は本当にすごいと、はいはいはい、それができるかって言われて、あ逆に、ね、でやめたんですよ、それも珍しいですね、うん、いやでもうちは両親どっちもお笑い好きで、はいはいはい、そのお笑いは自体はすごいやあれやし、その社会人の日本一になった時も、社会人落語日本一になった時も、その前半まで日本一になった時も親からよかったねと、打ち込めるものがあってよかったねっていうラインが来たんですけど、それ自体は褒めてくれてるんですけど、多分お笑いでやっていくことについては絶対許してくれないと思う。なるほど、うん、お笑いっていうもんより逆にリスペクトありすぎて、ありすぎてプロを目指す覚悟そうありてないお前はの方のお前はできないと、その山を取ってんのはいいけども、そう趣味でやる分には全然、趣味でそう仕事でやる分には絶対に違うと、崇拝しすぎです、ね、すごい、それはまあ取ってたら別にクリアできそうやのに、いやいやいや それぐらいではいや分かんない、多分今まだ腹割って話してないだけですけど、親とはそうっていうのはありますね、はあ、それはずっとある、確かに親との相克はずっとあるかもしれない、確かにそう相克だって考えせたら久しぶりに聞いた、うん、いやじゃあそこで行きましょうよ本当に全然話せるな、僕は全然こんなに話せる人と会ったのが久しぶりで本当そう、同じ立場で話せる人と会ったのが本当に久しぶりなんですよ、むっちゃ嬉しい本当に、あれです ですか、ね、そのイカハンみたいな言葉って懐かしい、ありました、久しぶりに聞きました、いかにも反対性略してイカハンね、僕はバリバリイカハンだったのチェックのシャツを着てでかいリュックを背負ってごつい靴を履いているという、なんか SNS で一回跳ねたりもしましたよね、しましたね、他にも兄弟とか寝台でなんか似たような言葉作ってそれぞれ比較みたいなのがちょっとバズったりとか、ね、完全にダサいですもん、反対出身って聞いてお二人ともびっくりした記憶ある、シュッとしてるからそうか、ね、もう、うん、一家半にもなれなかった感じです、あそうなんです、いや自分のことはダサいこと分かってるけど、はい、当時の感覚ですけどね、その考えすぎなんですけど、1回戦の時に、大学デビューとか測るにしても、ほんまにおしゃれな反対生とかも普通におるから、はいはい、おしゃれなやつには勝てないから、はいはい、やとしたらそのおしゃれをしようとしてるダサいやつって滑稽に思われるぐらいだったら、そもそもおしゃれを放棄してるやつの方が生きやすいと思って、知識はで僕はもうだから寝癖とか直さずに寝巻きのまんま大学は行ってました、あまあまあまあすごいすごいわ、全部を放棄したキャラもその混ぜってたらありよ、全部を放棄してる、だからそんなつもりないですよっていうスタンスで大学には手挙げてる銃持ってないですよっていう状態な、僕はそのあまりにも服がダサかったんで、親が「あんたちょっとおしゃれな服を着なさい」って言って服を買ってくれたんですけど、はい、有刺鉄線の柄で有刺鉄線のチェックだったいや、遠目で見たらイカハンやけど近くで見たら有刺鉄線やん、有刺鉄線のチェック柄のシャツを買ってもらったことがあり、遺伝すからね、ダサいって大体、いやもう俺も何も分かってますから、すごい話だった、あー面白いそのまんま卒業しました、だから大学を僕もそうです
お前いつ垢抜けんねんと言われながら卒業しました。何も進歩せず卒業しました。いや、なんか、でもやっぱ森田さんが一番ちゃんとして見えるな、この会話の中で言うと。そうそうそう、その根元が暗すぎるな、2人はさすがに。いや、そう、芸人諦めてからです、僕あの全部できるようになったの。僕は面白くないと思われてももういいんだって思ってから。なるほどな。加藤さんは2周目っていう感じがしますよね。だからその1回そのなんかそのお笑い芸人ルートを一周してからもう一周目に今入ってるみたいな感じがしますけど、面白くないと誰もおらんようになる、面白くならないとの強迫観念から解き放たれたから何でもできます。別におしゃれになろうとしてダサいって思われようが、なんかその思わないって思われようが別に関係ないから、面白いと面白くなろうとしてないから俺そもそもって、はいはい、思ったら何でもできるように。芸人辞めたて舞台袖で旧店舗始めたての頃はまだそんなこと言ってたよな。確かその喋んのなんかおもろい人たちの会話邪魔したくないみたいなこと言ってなかった。つい今もそういう。あ、いい、そうなんや。そのえ、それそれはそう。あ、そうなんや。そうそう、だからラジオもそうやもん。そのないと喋れへんから。ああ、なるほどね。旧店舗の舞台袖で行ったことはある、覚えてます。あ、覚えてます。そうなんすね、うん、その時仲良かった後輩と一緒に行って、はい、そう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 、その方も含めて覚えてます、ね、覚えてますね、はい、そう、全然その芸人さんとかの落語のイメージじゃなくてほんまガチのお笑い好きっていう、そうそうそう、イメージ。いや、まあそうそうだな。むちゃくちゃ詳しい人、そういうイメージ。加藤さんと3人で大喜利やったんですよ。懐かしい。あ、やりましたね。めっちゃ笑い話してる。そうそうそう、だからそれはだから芸人って思ってないからできた。こうなるほどね。はいはいはい、は絶対できない。はいはいはい、今それが移転、それが移転して二足のわらじっていうのを始めましたよってなってっていう感じです、ね。そうですね。それまでほんまにフラットに、うん、お客さんとして扱っていただいてた。そう。もうプロのお笑いの人ってなったら。何も喋れない。これだから毎回言ってるんで申し訳ないですけど、その男で集まった時に、うん、僕が少なくとも生きてきた関係と、うん、面白いことを言わないとあかん、うん、はい、その男で集まって何にも面白くない話しても、うん、もう成立せへんから、はいはいはい、ちょっとおもろいことをこう仕掛け合わなあかんっていう環境やったよ。なるほど、はい、だから男で集まって喋る時はお笑いせなあかんっていう思って生きてきて、ただプロの芸人お前にした時に、素人のくせにお笑い仕掛けてるやつっていう構図がむちゃくちゃ寒いから、プロの前では面白いことを言おうって思ったか、うん、でもじゃあ男と何喋っていいねってなって、はいはいはい、何も喋れんようになって黙るっていう方法をずっと取ってる。積み重ねたものが一気に使えへんくなるわけ。加藤さんもっとボケていいと思いますけどね。それはもうカンヌが羨ましい。あんなそのノンストップです。俺も舞台袖始めてた時に俺にもなんか気遣ってボケてくれる芸人とかいたけど、わざともうその「そうですね」って返してた。あ、そのなんか、あ、こいつ笑かしに来るまで突っ込んできたんやとか思われるの嫌やなと思って。いや、でもそのうーん、会話ではあるやん。別にその芸人しかしない行為じゃないというか、そうそう、いや、その素人のくせにネタのダメ出しをしてきたは、うん、それはちゃうで、それがプロ、その会話じゃないっていうか、その人間がやる、人間がって意味からないと、一般の方がやる行為ではないから分かるんやけど、うん、その会話でボケて突っ込んでは別に普通にするからな。そうですね、関西人ですしね、うん、だから全然もう舞台袖とか楽屋とか関係ない学生の時の友達とか会った時にめっちゃちょけてる。あ、そうなんですか。いや、そうです。で、当時のまんま喋れるから。え、中学イケイケではないの。え、てか野球やってるやんな。野球は変やけど、小学校と高校野球やってるんですか。じゃあイケてるじゃないですか。そうなんですよ、変わってくるんですよ。じゃあイケてるじゃないですか。そう、変わってくるんですよ。野球部じゃないですか。え、でも小学校は全部破ってるし、その自分のページ破ってるし、あと少年野球の時は僕あの少年野球でめっちゃモテはやすんですよ。そのそうですね、あの、はいはいはい、どっかで喋りましたけど、ね、うん、そう、あの立った時に、ね、あの頑張れみたいな、そうバッター松井秀喜みたいな、頑張れみたいな、はいはいはいって言うんですよ。それの脚光を浴びるのが嫌すぎて、僕その試合出ろって言われて監督にあの出たくないですって言う。なんだ、小学生の時にそんな早いな、そのモード入ってんの早いな。やったんで何を、そのメジャーの そこではない
なるほど。まあまあだからそれこそ褒められ慣れてなかったとかもあんのかな、親にそのそこも出てるとかもあんのか。高校が深いね。高校は、野球が単純に弱かった、はい、から全然行けてなかった。アメフト部があって、うちの高校。ああ、はい、なるほど。アメフト部の顧問が全国大会の解説とかしてるぐらい。すごい人だったんですね。はいはいはい、でだから党員とかから推薦来てる人がアメフトやりたいからつって野球やめてアメフト部入るような高校やったから、アメフト部と野球部で野球したらアメフト部が勝つみたいな高校、そんなにやったんで、そうだからアメフト部に入れないひょろいやつだけ残る野球部、たまたま野球部が一軍じゃない学校やったっ、そう一人も一軍はいなかった、クソ陰キャの集まりみたいな。あそうだからちょっととまた話ずれますけど、その奥さん、はい、その独裁さん の, その同じ界隈というか、また別っていうかね、大喜利を、はい、趣味としてる、大喜利ライブとかに、まあ、出てたりする、はい、で独裁さんも出てはるしみたいな、はい、っていう意味で、まあ、同じ界隈というか、はいはいはい、だから、世の女性全員を含めた時にだいぶ価値観一緒の人と多分結婚してると思うんですよ。そうですね、まあまあ、はい、確率は低いよな純粋に。めっちゃ幸せちゃいますそのめっちゃ幸せですいやそう、それめっちゃ羨ましいですね。これはそんあんまなくないですか、お笑い。いや僕もこんなことになると思ってなかったですね。独身で死ぬと思ってたんでなんかいやそうで、いやそうか、まあ、しゃ何を何でなんていうんですかね、めっちゃ可愛いとか例えば、とかある上で、その大喜利おもろいとかがある上で、そのな何が一番重要なのかなっていう話をちょっとしたい。あ、奥さんをという意味で。僕は向こうから言われたからです。僕は、僕もいいなと思ってて、話しやすいなと思ってたけど、向こうから好きですって言われたんで付き合い始めたっていう。だからね、大人で女性からは結構少数派の人が、そうそうそう、話しやすいなっていう、話しやすいなーがまずあって、で僕からよう言わんけど向こうから言ってもらったんで付き合い始めたっていうので、でそのままむちゃくちゃそのやっぱりあったんで、そので、はい、結局同棲も始めて、はいはい、でもうこれを逃したら年齢的にもないやろうなっていうのもあって、はいはいはい、まあここは決めなっていうの。なるほど。大喜利が面白いけど、どの顔が好きだ。大喜利は本当に面白い、うちの嫁は本当に面白い、マジで。僕はもう今までの彼女は全員ファンに手を出した形ですから。そうなんですか。独裁スイッチ企画はファンって独裁っていうか、一応でウォーリー、はいはい、落語をやってる時には、その落語のすごいですね、落語面白いですねって言ってきた後輩に片っ端から手を出した。でも後輩ってことは、まあ、プレイヤーではある。プレイヤーではある。そう、全員面白かったですけどね、本当に全員すごいプレイヤーではあった。まあ、これは言いたいですけど、はい、はあ、いやそう、でも分かれ、同じレベルで面白いなっていうやつにしか手を出してない。いやすごい、それで、はい、いいな、うん、いやそうですね、友達やんってならないですね。片っ端から言ってましたね、本当にその面白いなっていう面白いね君っていう後輩に片っ端から手を出してた、うん、好きなタイプは面白い人ってことですね。もうそれは、ま、ありますね。すごいな。まず一個前提条件として、こういうことをやってることを受け入れてくれる人っていうのがあったんで、その触れてないな。大喜利なのも俺でかいと思ってて、俺やっぱその、はい、まあこの世界に11年いたら、はい、やっぱ芸人同士、男女芸人同士付き合ってるのもまあ何組も出てきてるわけですよ。でも結構なタイミングで、その、去年の M1 男子3回戦女子2回戦やったのに、その翌年男子3回戦女子準々とかなった時に、はい、そのこの1ヶ月、その3から順々の間の1ヶ月、はい、めちゃくちゃお互い気づくと変な感じになるみたいなのも見てきた。その別れた、その別れとか揉めとか見てきてる、はいはいはい、まあ直接それ、もちろんそのほんまになんでやねんおかしいやろとかではないんでしょうけど、なんかそこで歪みが生まれ て、ね、なんかうまくいかへんみたいなのも見てきたん で大喜利っていうもんがその面白い、お互いを認め合った上で、なんかあんま結果あるんですよ、優勝とかあれですけど、はい、とはいえそのなんか1年引きずる結果ってないじゃないですか、大喜利にあんまり。そのだからそこはちょっとでかいんかなとは思うんですよね。その M1 キングオブコントで
賞レースでね、がっつり結果が出るっていう感じでもない、はい、でその結果を1年引きずらなあかんってなったら、やっぱなかなか確かに難しい。ああ、いや、でもそれはあるかもしれない。そうなんですよ、その芸人裏方付き合わせ委員会の委員長をずっとやる。これで言うと、これで言うと一番しっかりしてるのは森田さんなんそう、だから理解はあるけど、奥さんもいらっしゃって、はい、お子さんもいらっしゃって、そのお家もちゃんとあって、はい、その新興田さんにしっかりリフォームしてもらってる一番しっかりしてるラッキー。だからその裏方さんぐらい理解はあるけど、ね、その結果で上位が出ないが、うん、僕一番その女性芸人も含めね、女性芸人が男子裏方も含め絶対大事やる、うん、そうよね、めっちゃいいと思ってる、うん、それはあると思う、確かにね、あのその条件の上で、まあ多分そこが入り口で、じゃあ生活してみていろんな部分が合うか、そうですね、でこんなこんな合う人、今めっちゃこれ読むのも聞かへんやろから言うけど、はい、こんなに合う人この世に おらんやろ、はい、ではなくて、これを確かめれるというか、その なんつってんかな、この条件、最初の入り口が狭いやん俺らが、はいはいはい、狭いくて、いざそのくぐり抜けて生活し始めた時に、はい、こんだけ合う人が他にもいるかもしれんけど、それを確かめるのどんだけの確率やねんっていう、その入り口が狭いから、いや、そうですね、入り口が狭いっていうのは、うん、芸人やってるしみたいな、そうそう、分かってもらえるという前提条件が狭いから、多分これ俺らなかったら、この入り口がなかったら、多分世間の意外と結婚できひん美人さんとか、ね、うん、イケメンとか、うん、お金持ってる人って、うん、まだあるんじゃん、ね、この感じでもっといいやつ、うんうんうん、みたいな感覚が多分ちょっとあると意外とできひん気もするやんか、だからそこはその入り口狭い分、そのめちゃくちゃそれでこんだけ合うんやったらもう最高じゃんっていうことになるんかなとかは、いや、素晴らしいけど、そのスタンスの芸人少なすぎへんあ、いや、それは思うわ、そう、自覚がなさすぎんねん、終わってから芸人のこと理解できひんかったわあの女とか言うやろ、いや、分かってるやん、そんなんめっちゃ思うわ、それ見てて普通に、はいはいはい、うん、なんか市場価値めっちゃ低いぞ君らっていや、わかるわかる、その売れてない芸人の市場価値、なんかそのでもやっぱまあモテるっていうか、まあファン、そうやな、に、まあ、ファンなんてもともと価値格っていうか自分のこと好きなんで、はい、まあまあそうやな、もう送られてる状態から始まるみたいな、それに囲まれすぎてもうおかしになってる人多すぎる、はい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 、確かにな、外出たら市場価値激低やのに、はいはい、いや、おっしゃる通りです、確かにな、思ってて自分の一番取り繕ってるところを、しかもそのコンパとかそのマチコンとかに行かずとも100人単位でたまにライブ出れば見てもらえて、新規の女性100人に自分の一番いい部分を見せることができて、それで寄ってくる人やねんから、そりゃそうよな、そりゃ強いよな、芸人って、そうですね、そうですね、なん、うん、都市撮ってれば撮ってるほど思うかも、そのなんかさ、はいはい、30何ぼの売れてない芸人で、めっちゃ生きてるやん、いや、でもそれこそ売れる気あるから今そんなのええんじゃん、女優さんとアイドルと結婚してやるって、そうですね、野心最終的にがあるから、なるほど、もうええんじゃん、そこ、その市場価値低いと思ってないじゃん自分のこと、でもうその辺、あ、だからうちの裏方とかそうやけど、うん、ほぼみんな、だからもうそんなことまで知ってるのよ、あの距離感的に、はい、だから全員絶対嫌や芸人って言ってる、嘘、ごめん、全員、俺の委員会活動全員嘘やけど、だから、盛り高いやつらだけかも、だから成立してるの、その普通に芸人と付き合いたがってる裏方うちにはもうほぼな、これはもう加藤さん声を大にして言った方がいい、それは、いや、嘘や、お前が店長やからって、店長の前では言ってるだけやって、絶対ほんま、そうかな、いや、すごいな、めっちゃ面白いですね、がんじがらめになってる、みんなその、おもろい人とばっか接触するから、一般の人は面白くないから、あの嫌になってこれ言うのよ、そうそう、かといって芸人はクソなのも知ってる距離感やから、芸人も嫌やから、もう、はい、積んでるみんな、はいはい、いや、でもここでモテてくるのが加藤とか菅野じゃないですか、その面白さは持ってるけどそのやめ芸がモテ出す時はあるから、聞いてくるから、カンちゃんやな、これから、なるほどね、女性芸人でカンちゃんを紹介する結果、そこかそこが知り合うのか確かに菅野は
いやでもカンの僕もあれですけどね、その市場価値だいぶ低いですいやそりゃそうよ、だってまあまあな、うん、まあスケジュールでかい、まあ単純にこの仕事の時間とかが合わないし、あまあ確かにね、うん、夜勤の人とかじゃないとまともにデートもできるもんな、あんま、うん、あんまないかも、うん、はい、その芸人よかちょっとだけ安定してるぐらいのもんで、ね、うん、ほぼ一緒、まあまあまあ、まあ、うん、先行きで言ったらまあまあ分からない、うん、分からないですね、うん、いやでもそれこそそのなんていうの使い方やと思うんだけど、その、はい、今さデートする時間が合う合わへんみたいな話をしてさ、うん、その俺とさその今の奥さんはさその音響さんやからさ、はい、まあ、ライブの時間って大体さ世の中一緒やからさ、うん、まあ、似たようなサイクルやっていう感覚やったけど、いい、うん、今その子供を生まれてそうたら、ね、うん、合わへん方がそれは交互に子供見れるやんとかも出てくるから、それ結局使いような気はするけどな、その女性陣にいかに自分の芸人のダメさをプラスに捉えさせるかっていう、それはそこやと分かるな、そのプロデュースというか、もう奥様も戻られたんですか。いやもう戻らないですね、やめちゃいました。そうですね、はい、結局はい、もうどうしても時間が、まあ森田とかだから全然、はい、家おらんわけ、全然家おらんって言ったら悪いよ、分かる分かる、まあ、そのいや普通より全然おらん、普通に共働き昼食やったらさ、ああ毎晩一緒なわけやんか。そうやなって考えるとさ、ああだいぶすれ違ってるわけやから、だいぶすれ違ってる、それを少ない、1人が好きな子って言ったらいいですね、好き方ってこと。いやそうでもないと思う、1人はむしろ結構嫌い派かも。やったらいやってなるんじゃない。ああ、なんかまず娘に対してなんかまあまあこれその旗から見てるその楽天的って取られるかもしれんけど、その子育てしんどいよりやっぱずっといときたい、一緒にいたい、子供と一緒にいたいが多分強い方、人より。でプラスまあ奥さんの実家が近くて、俺帰ってけえへんねやったら実家の方帰るわ。それはちょうどいい。でお母さんと一緒にやってるんで、まあ週4週3ぐらいの比率で実家と俺んちみたいな感じやから、結構なそれがうまいこと回ってるっていう感じかな。お母さんのその愚痴みたいなのを俺に言うこともあるし、多分逆も言ってるかもなという状況やな。ほんまめっちゃバッチリハマってる。めっちゃレアケース、めっちゃレアケース、めちゃくちゃうまい。で仕事も子供連れてきていいよで、お母さんがやってる服屋さんに働きに行ってて、娘背負いながら事務やったり、もう娘も歩けるようになったんで、看板娘代わりにその暴れるなんで普通にわーって歩かして、はい、うん、でもうその辺のブティックのおばちゃんとか見に来て服買ってくれるっていう、そのめちゃくちゃいい感じのサイクルがガチガチにハマってます。いいなー、素敵ですね。堺筋本町のね、千葉センタービル内にありますドスリオサス、ね、千葉センタービルやんね。あの千葉センタービルなんですけど、若い女の子が着るあのおしゃれな服が唯一置いてる店でございます。唯一とは良くないか、はい、どんどん言ってください。そんなないよって言おうとしてたから油油いや素晴らしいですね。いいな、素敵ですね。まあまあ、うん、これはうんっすね、マジで。高かったと思う、知らん、うまいこともあってみたいな。まあ結婚して、じゃあ、いやまあ回ってないと思う。はい、徳斎さんは奥さんともなんか同じ生活リズム感じですか。いや、そうですね、まあ大体同じ。いや、今ちょっとまあいろ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 ごちゃ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 してる感じではあるんですけど、はい、なるほどね。そうですそうです。あのまあでも楽しくやってますね。やっぱ一個大喜利でつながったっていうのが強いのかなと思ってる。回答のタイプがね違うんですよ聞いたことないわ。いや聞いたことない。空間で食の趣味違うとか聞いたことあるけど、回答のタイプが違う。回答のタイプが違うんですよ。僕は数をいっぱい出して加点で稼ぐタイプなんですけど、妻は一等強いのを出して、ああでも振り返った時にあれが一番面白かったなって思わせるタイプなんですわ。そう、なんてビビらないっすよね。そのビビらないっす。ほんま一問まるまる一答ずっと考えることをビビらないっす、ね。ビビらないっす。あのダ、うん、ーって振り返った時ににぎわかしてたら僕みたいなやつやけど、いやでも誰選ぶってなったらうちの妻やなみたいな感じになる。いやめっちゃイメージわかります。で、そうこれはその森田さんに言いたかった、そのうちの妻が森田さんのことすごい褒めてて、はい、その楽屋へ大喜利ライブの時に森田さんが司会をやっていただいてるんですけど、森田さんはその手を挙げた順にちゃんと指名をしてくれると、これはすごい能力です。いや順番通り、僕は正直それセカンドで指押さえてるだけですよ。
順番に本当にすごい覚えとこうっていう当てられへんことが多いんですよ、はい、大喜利ライブって、はいはい、森田さんはちゃんと当て上げた順に指名をしてくれると、まあね、これはすごい本当に賢い人だ普通の笑いライブやったらもうマジで盛り上がりが優先なんで、はい、この芸人、まあ、正直さっきから振るってないから当てないとかあるんですけど、やっぱあのライブってそのお金払って参加されてるってなったら、それはもうそのしかも趣味ってまあ割り切ってると言ったらあれですけど、バトルでもないし楽しみましょうって会やったら、それはお金払って順番通り当たらんかったら嫌やろうなという、あれが本番のプロやっていう話をずっとしてる。順番通り当ててるだけやし、お前やな、それはそうや、あれはすごいっていう話をねずっとしてます、うちの妻は。はい、すごいですね。だテレビとかその YouTube とかもやっぱお笑い一緒に見たりするんです。それこそ M1 の動画見ますよ、一緒に見ます、みんなや、ね、ずっと見てます。本当に吉本像ね激昇してて本当にめっちゃハマってるやんその大喜利、そのやっぱお互い補填し合ってるわけじゃないですか、違うタイプの大喜利でも完全に違います。じゃあそのたあの独裁さんを多頭型とはあんまり正直あんま思ってないですけど、す、はい、多頭型の女の人やったら揉めるんですか、じゃあ数で優劣だけど。でもなんかギスギスはしたかもしれない結果とかでそのやっぱそうですね、大会の結果とかで同じスタイルやったらそのそうです、いやもういやあれは俺面白くないと思ってたみたいなことは言うあれは数に入らんぞ、数に入らん家の家事分担とかにもなんかやっぱ響いてくるんですから大喜利のタイプだ、はっきり分かれるんですよ、そのなんかそのあの多頭その加点審査っていうのがあって、その一等ごとに加点が入るみたいな大会だと僕が勝つんですよ、はいはいはい、でその印象審査って言ってその、はいはい、これあのどっちが面白かったですかっていうのを拍手で決めるみたいな大会だと妻が勝つんですよ、うん、みたいなのではっきり分かれてて、それはそのお互いが分かってるんで大喜利に関してはうまくいってるみたいな感じですね、うん、だからギリその野球選手とソフトボール選手ぐらいの感覚で、ああそうですね、付き合いでもしろ、そうマジで同じ競技やったらぶつかってたかもしれんけど、そうじゃあそのやり方が違うっていうのもあるし、印象審査なら私が勝ってたっていうのはうちの妻がよく言う、印象やったら勝ててたな、まあ、それはだから独裁さんもあーってならへん、ああ確かに印象審査やったらあなたの言う通りあなたが勝ってた、面白さで言うと絶対うちの妻なんですよ、うん、芸人同士でも漫才師とコント師やったらうまくいく、ああお前やな、100漫才100コントやったりすれば、うん、バチバチになるかもしれないですよね、確かにそれはあると思う、それこそ落語家と、ああまあやったら確かにぐらいの方がいいんかもね、まあ、うちの妻も落ち見でした、それはあります、その落語を一緒にやってたっていうのはあるんですけど、ね、いやうわーですよ、はい、まあ確かにさんがベロベロになったので、あの最悪豊樹さんあのプルル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 ルの後にその独裁さんの今 の, その酔っ払った音だけ出して、はい、なんかこの後意味ない話がありましたっていうのだけ、はい、じゃあ独裁スイッチ企画が機能しなくなりました、独裁さんがベロベロになったので終わりで す,、はい、終わりです、ありがとうございました、ありがとうございました、またねー